始まった、始まってる、始まってる。皆さん、皆さん、こんにちは、こんにちは。でかい。始まってますか？どうなんだろう。私もコメント。始まって、こんばんは、こんばんは。始まった、始まりました。わー、よかった、よかった。お待たせしました。ですね、番組説明、番組というか、今回の配信はですね、私が、ゲーム好きというのもありまして、なんか結構もうダイアローグさんの公式の YouTube チャンネルとかでゲーム部の部長をさせていただいていたり、そこでね、フォトナとかリトルナイトメアとかの配信もさせていただいたんですけど、あと e スポーツ声優部の方でも一応フォトナの配信をさせていただいているんですけど、なんか他のゲームもたくさん触ってみたいなーって思いつつ、皆さんからも結構いろんなゲームの実況が見たいですとお声をたくさんいただいていたので、ちょっと私が事務所のマネージャーさんにどうですかと言って、この形になりました。全体的に黒いな。ごめん、私の服のせい。ごめん、それはごめん、私の服のせいです。髪切った？お、よくわかりましたね。私、前髪切りに行ったんです、今日。今日、本当に切りに行きました。そう、前髪、明るくしてくれた。ありがとうございます。恥ずかしい。ありがとうございます。囚人服って言わないでください。確かに。そうだけど。そうだけど。そうじゃないわ。そうじゃないです。ありがとうございます。そう。ね、来る前に、ちょっとね、ダイアローグのね、野島 P が ちょっとつないでくれていたみたいです。すごい、ありがとうございます。恥ずかしいです。恥ずかしいです。なんか、いろんな質問とかね、言ってたみたいじゃないですか？ね？ ということで、はいはい。これはもう早速始めちゃってもいいんですか？ということで、今回、青鬼、多分、パソコンの青鬼というゲームやっていくんですけど、一番昔のやつなんですかね？はい。一番昔の青鬼、初期の青鬼をやっていきたいと思います。ちなみになんですけど、私本当に初見です。マジで何も知らない。操作も知らない。なのでちょっと随時なんかみんなのコメントとか見つつ、ウィキで調べつつ、なんかいろいろ自由な感じでやっていきたいと思います。はい、青鬼やりますよ。では、これ見えてますよね。OK！ ニューゲーム。始まったー！ ちょっと、すいません。ちょっと私の服が。ごめんなさいね。ちょっとよし。いきますよ。主人公の名前。こっちか。オッケーオッケーオッケー。これもう、私はじゃあシンプルに。なんか名前変えた方がいいですか？ 自分の名前にするのちょっと嫌だな。嫌 だな。ちょっと、どうしよう。なんかある？待ってよ。これでもどうやってさ、文字消すの？これバックスペースいいんですか？消せない。どうやって消すの、これ。 どうやって消すのよ。 どうやって消すのよ。戻って、どうやって戻るんですか？ これダメだもん、私は。 左？左？でもこう、もう文字を見ちゃう。これ何？ 野島ひろし絶対しないよ、そんなこと。そんなことしませんよ。これどうやって戻るの？ まず、やばいね。操作がちょっと待って、よ。駅見ますよ、私は。乗ってないね。ちょっと待って。詳しく見なきゃダメだ。調べてくれてる。マネージャーさんが調べてくれてます、ちょっと。やばい。ヒロシで行こう。ヒロシでいいかな？カーソルを上にやるのか？カーソル、これ？カーソルでも、待って。これを。できたかも。待って待って、これでバック。こうか？こっちか？こっちか？なんか適当にボタン押すの怖いな。やめとこう。上書き、上書きするの？これ。そういうこと？待って。ヒロシで始まっちゃった。 待って、エンター押しちゃった。やば。
ごめんなさい、ちょっと。ヒロシになりました。やば、はい。ということで、ヒロシです。名前は。そのままね、もう行こう。テンプレートのやつで行きますよ。はい、ジャゼルには無人の館、そこにはお化け屋敷が出ると噂があった。お化け屋敷という館？あ、何？拓郎？なんか、お化け屋敷に何人かが来てるってことですよね。これなんか、みんな読める。初見の、ちなみに初見の人とかいますか？青に初見だよ、みたいな人。いるのかな？どうだ？あ、え？パリン？はい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 。初見、怖いな怖いな。え？お化け、お、今日、内山ひろしって誰？え？決定しました。内山ひろしになりました。うん。よし。あ、初見の方めちゃめちゃいる。本当に？青に見たことない人がたくさん。え？初見の人。マジでいなさそうって言って結構いるよ。え、本当に？嘘？それは嘘ですか？自分が見たバージョンとは違う。あ、そっかそっか。え、すごい。めちゃめちゃいるじゃん。ありがとうございます。あ、なんか赤い文字が出てる。赤い文字。これ、今日の主役はヒロシです。ありがとうございます。すごい、こんな風に見えるんだ。あー、すごい。じゃあ、一緒に、ちょっと頑張っていきましょう。なんかね、謎解き要素みたいなのがあるって聞いたんですよ。だからなんかね、どうしよう、ドキドキと思って。あ、来た。あ、ヒロシ結構こういう感じの人間なんだね。なんかさ、何この、冷静な感じ。ちょっと知的、キャラ的なやつね。はいはいはい。あ、大丈夫これ、ヒロシ。このさ、キャラパターン的にさ、最初にあれ、やられちゃうやつじゃないの？あ、いけてるいけてる。あ、予習してきてくれた方もいるんだ。ありがとうございます。え？ヒロシ止まってない？ちょっと待って。あ、これもう動かせるのか。え、これさ、AW とか、あ、ダメか。こっちの矢印の方なんだね。え、これ扉？鍵がかかっている。はいはいはい。よし。ああ！ガラス。皿が割れてますね。破片手に入れた。え？鼻か？何も、ない、ない。え、とりあえず適当に、エンターを押していこう。ちょっと待ってよ。やばい、面白い。待って、私ね、青鬼本当に初見で、なんか、結構ゲーム実況者さんとかが、やってたり、してるんだけど、一回も見たことがなくて、でもなんかめちゃめちゃ、なんか私が見るマインクラフトっていうゲームの実況者さんとかも、結構こうマイクラ内で青鬼をやってみたとか、そういう方とか結構いて、青鬼ってなんだって思ってたんですけど、ちょっとね、こういう機会をいただいたので、キーボードでやってます。ちなみに、キーボードです。え、待って、これ何するの？ところで。破片手に入れたよ。え？もう用はないみたい。あ、帰るのかな？よし、帰ります、じゃ。え？いないじゃん！誰もいないよ。どうしよう。え？誰もいない。ちょっと待って。何人いたっけ、まず。ヒロシ含めて5人ぐらいいたよね。皆さん？かわいい。ヒロシ、みんなのこと皆さんって言うんだ。ちょっと待って。いいじゃん、いいじゃん、よし。え？はぁー。なんか見えた。ちょっと。開かない。はい。開きませんね。開かない。え？なんか見えたね。ね、早速ぼっちになっちゃった。これ？あー、開かない。ヒロシ、ヒロシ、ぼっち、全部開かない。もう閉じ込められちゃった。どうしよう。え？ 2 階かな？あ、なにこれ？あ、すごいなんか、子供が描いた地図みたい。あー、ん？これ2階の地図？ん？ん？なんか違くね？まあ、いっか。よし。とりあえず、全部の、扉を。うわー！お！びっくり。開いたー。よし。え？あー、ないね。何もないね。何もないと？ちょっと、丁寧に。はーい！やばい。どうしよう、どうしよう。よしよしよし。
まだ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 。私、ちなみにホラーゲームが、おー、びっくり。ちょっと待って。ゴタ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 。どうした？どうしたの？たけし？震えてんじゃん。他のみんなは？あー、やばい。もう、正気ではないようだ。どうしよう。そうだ。ちなみに私は、ホラーゲームは、得意じゃないんですよね。実は。得意じゃなくて。まあ、青鬼って、なんか、なんだろう、追いかけられるという情報しか私は持っていないんだけど、どうだ、どこまでホラーなんだろう。え、ちょっと待って。あー、開かない。え、どうしよう。ガタガタ。たけしガタガタしてたよ。どうしよう。待って、もう一回行こう、たけし。いや、いるいるいる。たけし？いや、私を見て震えてない？え？私見て震えてるよ、なんか。大丈夫？そんなことないか。最初から震えてるか。え？なにこれ？どこに行けばいいんだろう？こっちかな。たけしを発見したことにより、こっちの扉が開いてたりしない。しない。はい、結構怖くなった。結構怖いんだ。マジ？本当に？ちょっと待ってよ。ここの部屋とかじゃない？あ、鍵がかかっている。めちゃめちゃ鍵かかってる。あ、なんか言ってる。たけし、椅子がないと降りれない？そうなの？そうなんですか。降りれないんじゃってこと。椅子、これ？これ持ってくの？どうやって持ってくんだ、これ。椅子。なんかでも不自然だよね、この椅子の置き方。なんか不自然じゃない？でも何もできない。よし。探検しよう。なんか随時ちょっと私が積んでるなって思ったら、コメントで教えていただけると嬉しいです。そう。私今日もう終わるまでやろうかなって思ってたんですけど。どこも開かない。3回なかった？あ。3回？あ、3回あるね。3回あるよ。え？鍵かかってるね。え、開かないや。なんかでもあの地図がさ、すごい不自然だったんだよね。この地図。ほら。どこの地図？でもここ1階のエントランスだとして、でも奥に道があるよっていう感じなのかな。鍵探して。鍵ね。オッケー。たけしの部屋。たけしの部屋かは知らんけど。たけしの部屋にはないのかな。よし。一個一個探していくから。図書室？来た来た。図書室だってよ。ダメか。ちょっと図書室っぽいとこ見つけよう。オッケー。多分1階の、早ければ1時間くらいで終わるんだ。ここ。来たー。ほら、図書室っぽい。なんかいたんだけど、ちょっと待って。怖っ！待って、音が変わった！音変わった、ちょっと待って。やばいやばいやばい。来るぞって何？なんかコメントも怖いんだけど。やばいやばい。ちょ、一個一個調べていきますね。あ、音なくなった。なんかさっきのが青鬼ってやつですよね。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。ちょっと待って。やだやだ。マジでやだ。ちょっと待って。これ図書室何もないのかな？そんなことある？でも、さっきのやつ壁に消えてったんだよね。どうしよう。透明人間とかな。セーブしよう。セーブとかできんのこれ。セーブできるんですか？もしかして死んだら最初から？セーブしましょうって言ってる。どうやってセーブすんの？メニューあった？待って。普通さ、ゲームのメニューってこのさ、ESC みたいなところじゃん。これ出てくるの？セーブはどうやってやんの？オートセーブないんだ。セーブは本当、頻繁に。待って、一回押してみていいですか？ESC みたいなやつ。
これね。OK。ファイル1。できた今。わかんない。もう一回やっとこう。あ、できてる。OK、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 OK。アイテムとかあるの？ OK、OK、OK。ありがとうございます。よしよし。よしよし。コメント欄が優しい。ありがとうございます。よし。え？でももうさ、何もないんだよね。ほう。あ、寝室の鍵。え、動かない。いやー待って、来たー、あー、寝室どこ、待って、どこどこどこ、たけしー、たけしー、あー、え、終わったんだけど、え、待って、あ、そういうことね、はいはい、え、あれどうやって逃げんの？寝室、鍵取ったらさ、来るんだよ、あの人。ちょっと待って、もう下に行くからね、私。よし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 。行け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 。え、たけしにさ、押し付けるとかどう？横に行けない、えぇ、ー、やめろ、あぁ、近い、マジで近い、無理無理、やばい、これやばい、待って。鍵取って逃げる。え、待って、そうだよね、そうだよね。寝室ってどこ？寝室？え、たけしの部屋？たけしの部屋ですか？私もう、え、これイヤホンって両方つけた方がいいんですか？そんなことない。片方、両方つけてもいい？え、怖そう。え、でもこれそんな、足音とかしないですよね。どうしよう。え、でもさ、みんながたけしに、たけしは、なんか押し付けるなみたいなこと言ってるから、たけしの部屋じゃないのかな。たけしの部屋じゃない。3階、あ、3階行ってる人いる。よし、3階行きます。やばいやばい、ちょっと待って、下手くそ、やばい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 、上、あ、オッケー、うわー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 、どこ、え、ついてくるじゃん、待って、無理、なんでついてくるの、どうすんの？積んでるよ今、ね、積んでますよ。え、一定時間逃げてれば消えますよ。あ、そうなの？鍵のかかってる部屋先に見つけに行こう。たけしの部屋以外、あ、たけしの部屋以外現状入るなら、え、今ついてきたよ、ついてきたよ、今違うの？今のは違う？え、待って、今のは違う、巻いて、え、隠れ、消えるまでって言いましょう。結構難しくない？待って、私、え、とにかく逃げるのね。オッケーオッケー。でもこれ、どうやって巻くんだろう。オッケーオッケー、こっちね。はい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 。よし。え、これでもさ、部屋に行ったらさ、いやもうめちゃめちゃ近いんですけど。え？来ないじゃん。いやーいや、なんでなやば、むずか、あ、タンスに隠れるって書いてある。なるほどね。次タンス行こう。ちょっと同じところでさ、4回ぐらい死んでるんだけど、どうしよう。オッケーいいね。これってさ、あ、やばいやばい、あ、引っかかった、あ、やばい、よしよしよし、いいよ、すぐ後ろにいるんだよな、もう。やだ、ダンス絶対バレてるじゃん、今の絶対バレてる。いやいやいや、待って、え、バレちゃダメなのダンス入ったよ。え、これ何？逃げなきゃいけない？あ、覚えゲーっぽいから死んで覚える。あ、なるほどね。何今の、えこれアウトなんだ。見つかってるから、なるほどね。マジどうしよう。え、でもさ、寝室っていうのはさ、さっきのところなんだよね5回目。ちょっとなんか数えてんのやだなよしよし、今度こそ。え、ま、たけしんとこ行こうと。
一回たけしのとこ行こうかな。たけしの部屋のタンス？あ、一緒に隠れていいの？たけしと。オッケー。あ、たけしいないの？え？そうなの？そっか。え、待って。よし、オッケーオッケー。もう、さすがにね。この音怖いな、ちょっと。たけし。オッケー。あ、来たんじゃない？来たぞ？やばい、なんか、何この、扉の音めっちゃ聞こえる。え、どうなってんの今。私これはどうやったら出る？え、あ、でもガチャって音終わったから。メモじゃない、ハンカチ手に入れました。やばい。待って、セーブしたい。ちょっと待って。オッケー。できた？オッケー。よし。あ、来た。よしよしよし。オッケー。ああ終わった。よし。で、こう、たけしいるんでしょ？ここに。いないわ。ちょっと。入っちゃった。オッケー。え？あ、え？ん？え？ん？ん？なんだこりゃ。開けとこう。これあれかな？なんかさ、さっき地図で見た透明のさ、え？こっちも開けれる。たけし、いないわ。こまめにセーブ偉い。よし。ここからは突然出てくるので？え？マジ？あ、絶対これ違うよね。これ絶対さ、逆だったよね、動かすとこ。え？これ、積んだんでは？待って。これ、積んだのでは？ちょっと。え？絶対、逆でしょ？待って。え？逆だよね。ちょっともうちょっとこっち。これ、積みですか？皆さん。これ、積み？これ、積み？ね。これ、積み？あの、一回出たらリセットされる？あ。あ、ほんとじゃん！よしよし。え？おー、いいね。いい感じ。なるほどね。はっ！これ何？私の手？違うか。血ですか？これなんか押すとなる？え？なんか、押せない？え？押せないよ？なんか鳴らせたりとかするの？これ。鳴らせない。鳴らせなさそう。え、押せないよね。オッケー。とりあえずなんか、ドレミのところに血がついてる。あ、セーブしようって言ってる人いる。よし、セーブします。え？あ、そっか。同じところにずっと確かにセーブしてるから、積んでしまう可能性もある。わかりました。次からじゃあ。ん？なんだこれ。これワンチャンさ、適当に打ってれば当たる説。え、だってこれだって9の反対でしょ？ 9 と6だよ、これ。これしとこう。えい。あ、ダメだ。なんかでも、ヒント見つけなきゃいけない。開かない、だった場所が開くようになったりするので、探索。なるほど。あ！開けれるようになってるじゃないですか。じゃあ、ここは？そうだよね。待って。さっきの変な暗号と、イエーイ！やばい！イエーイ！待って。やばくない？あー、危ない！あ、ハンカチ拾ったよね。拾ったわ。待って、拾った。これ拭くの？ハンカチで。え？どうやって？アイテム。ハンカチ。たけしのもの。え？どうやってやるんだろう。アイテムの使い方がね、わからないんですよね。あ、うまいって。ありがとうございます。え？ハンカチ。
ハンカチで拭く。いける？どうやってやるんだろう。ちょっと待ってよ。これはね、私はね、青鬼ハンカチ操作って 調べればいい？ ハンカチ操作。よし。わかんない。待って。出てくるかな。ハンカチ。ハンカチだけじゃ血は落とせないよ。そうなの？じゃあこいつは後回しだな。オッケーオッケー。とりあえず、あいつが来たら逃げる。で、ここの扉がなんかあい、あ、手洗いじゃないですか。なんかないかな。ここ絶対あるよね。バーイ。プラスドライバー。ドライバー？え？ないな。もうない。もうないです。ないないな。これさ、大丈夫かな？なんか怖いよ。これ、来たら、終わりなのでは？これ途中で来ることあるかな？なにこれ？開くじゃん。閉めとこう、閉めとこう。衛生的にね、閉めておきましょう。何手に入れたっけ？しかも今。全然覚えてない。これセーブしていいのかな？一応しとくね。2個目。ドライバーと洗剤。洗剤とハンカチだ！で、落とせるのでは。オッケーオッケー。じゃあ、行きますよ。さっきの部屋ってここだった。どうやって使う？ちょっと待ってよ。洗剤。はい。で、アイテム、ハンカチ。679。一桁足りん。679、え？いやー！なんでついてくれたの！ かかっちゃった。待って、洗剤まで手に入れたよね、確かね。オッケー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 。ここでやっとこう。オッケーオッケー。もうちょっとだった？ね、クローゼットね、うまく使いたいね、クローゼット。あれ見られてたらダメなんだよね。オッケーオッケー。やばいよー。よし。で、679が来るでしょ？にゃー！こいつ絶対来るのか。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。ここでね、逃げるっていうのはもう覚えたよ。なんで来るの？やだー！オッケー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 。待って、私ここでループしてたらいいのかな？いなくなったいなくなった。よいいじゃん！あそこ使えるじゃん、めっちゃ。で、なんだっけ？なんか何もかも忘れちゃった。どうしよう。679。あれ？ 679 だよね。679。あ、これセーブ？セーブ？オッケーオッケーオッケー。2でいっか。あ、ゲーム終了した。やばいやばいやばい。オッケーオッケー。よし。ループ怖くね？ループ怖い？怖いかな。でも確かに、ピアノのところにいたら終わりだよね。おお、開く。あれ？ここ初めましてじゃない？こっちには行ける？あ！なんと。畳の、いー！ やばい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 ！来た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 ー！私あのピアノの部屋にしかも隠れらんない。どうしよう。ピアノどこだっけ？あって、こっちこっち。よいしょよいしょよいしょ。オッケーオッケーオッケー。いやー！これっていいのかな？正しい逃げ方？また音するんだけど。待って。やばいやばいやばい。挟まれたら終わりだよ。ピアノ部屋、オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。
さっきどこにいたっけ、ちょっと待って待って、和室、和室、オッケーオッケーオッケー、よし、うん、お、うまく逃げてる、オッケーオッケー、こんな感じでいいのか、え、え、なんもないよ、あ、ありました、ライター、え、畳燃やす、そんな怖いことしないか、え、火がつきませんね、はい、そっか、そうだね、そうだ、そんな怖いことしない、燃やしたら文字浮かぶとかそういう系、待って、ライター、ライ、ブラスドライバーと火の破片、皿、あ、皿、チーチじゃないよ、皿の破片とライター、ライト、え、待って、とりあえずセーブしよう、3、よしよし、いけた、え、ど、え、でもさ、まだあの数字がね全部ないんだよね、ライターってことは、あそこなんだ、キッチン、キッチンに行けばいいかな、うん、よし、ライター、ライター、ここでつけれるんじゃ、はい、あ、つかないって、つかないか、 IH だ多分 IH でした、これは本を燃やす系ですか、よし、うん、つかないってよ、なんだ、違うのか、飯塚さんがアーカイブある？え、あるんですか？あ、あります。眉あるよ。眉ある。ごめん、多分長々とやるかもしれん。よしよし。え、鍵かかってるんですよ。一回セーブしておこう。ここで。じゃあ、3のところに行きましょう。オッケーオッケー。でも、ピアノの部屋にはもう何もないじゃん。確か、上か。え、これ？あー、びっくりしたー、もう！ひろし、あ、たくろう。なんとか。あ、化け物の話してます。わー。お化け、お化け。でも、たけしは？たけしだっけ、名前。たけしだよね。分けして探索しよう。俺は1回を見てくる。ってことは、私は2、3回を見ればいいのかな？これは？結局。これなんか、あれじゃないですか？プラスドライバーとかでさ。あ！マジ？あ、本当に？そっか、オッケー。ちょっとセーブしますか？なんかこれ出たらさ、いそうじゃない？ちょっとオッケー。よし。タクロかっこいいなって言ってる人がいる。確かに、確かにね。タクロかっこいいね、今のはね。あ、これピアノ落ちんの怖いな。待って。2、3回を調べればいいんだよね。タクロがね、1回を見てるから。え、これドアかかってんのさ、なんとかできないの？ドアノブは？ダメか。ついてるもんな。え、どこをやればいいんだろう。ちょっと待ってよ。え、タクロを見に行く？タクロ、一回見てくるって言ってたけどさ、タクロ見に行った方がいいかな？戻って、ピアノの謎解こう。え、ピアノってさ、4桁じゃない？来たじゃん！バーハーいいやー確かに、久しぶりかも死んだの。いや、待って、ピアノの部屋に来るのね。ピアノ謎？来ないじゃん。え？ピアノの謎ね。679。うん。あ、そういうことか。待って。679でしょ？679。そういうことかとか言ったけど、あと1文字わかんない。でもこれなんかさ、なんか不自然だよね。679。679。679。
679。なんか不自然じゃない？私なんかアイテム見つけてたっけ、他に。ちょっと見てみよう。ドアノブ、あ、でも全然それっぽいのないな。679。え？待って、これさ、なんかでもさ、数字っぽいじゃん、この、なんか暗号みたいなのがさ。679の、じゃあ679が左側に来るとして、679、できたら ?6?6?7?9?7? これが9でしょ？で、6、7、6、7、6、7、9ね。6、7、これなんだ？ 6、7、これ何？ 6、7、9のループ、確かに。え、形に注目。そうだよね。わかるよ、わかるよ。何をしたらいいかね。なんとなくわかるんだけど。待って、私、文字書きたいな。やばい、ちょっと、携帯使って、ちょっと、打つね。私、携帯でちょっと打つわ、今から。待って、679ね。どれで打てばいいんだ。適当に、じゃあ、適当の、これで、679、形に注目だから、絶対なんかさ、あるんだよ。私、こういうのやったことある気がする。はい、いきます。679でしょ？ 679 で、これが6なの？ 679ね。あれ？ 6？ え？は？ 6？ あ、でも違うか。6、反対にしてみます。6、え？反対にして、あ、でも、違うか。反対にしたらエコーでしょ？ 679。反対にしたらこうか。こうなるってことよね。ん？反対。あ、違った。え、むず。待って。かわいいセリフ言ったらヒントもらえそう。普通の、あれですね。あれですよね。私のラジオやってるやつですね。それ。ちょっと待ってよ。あ、もう私、AAWSD 押しちゃう、やばい。もう一回見てくる。679。待って、この形を見ながらやる。679。なんか私が書いてさ、暗号がさ、全然なんか、なってないんだけど、文字。679。でもこれがさ、6だとしてさ、7として、でもこれさ、あと一桁やろ？適当にボタンを押せばいけるんちゃうってやりたくなるけど、やらないな。やりたくないぞ、それは。679でしょ？これが7だとして、6？ でも9がさ、あれでさ、6がこれだ。6、7、6、7、9。これ、あ、え？もしかして、あの順番ではないですか？そんなことない？あの順番ではない。もう一回鍵盤見てくるか。6、7、9。白いドレミの部分に、6、7、9。そして、黒い鍵盤には何もないよね。これ何？白と黒。ちょっと待ってよ。白。はい。メモを使った方がいい。え？メモって何ですか？あ、自分のってことですか？あ、わかりました。ちょっとね、今ね、スターダストのマネージャーさんが、青鬼をやったことがある方がいらっしゃってね、メモを使った方がいいそうです。ちょっと待ってよ。はい。メモね。ちょっと待ってよ。書くか。書きます。679。でもめちゃめちゃなんか皆さんヒント言ってる？ヒント言ってくださってる人いる？全然コメント見れてないんだけど。待って。これでしょ？ここが黒くて、ここが白いんですよね。ここが、
黒くて、ここが白い。で、ここが黒くて、ここが白い。なんだこれ。なんだろう。ちょっと待ってよ。よし、679。で、679。っていうのが白いドレミに、この鍵盤の黒い部分があるところがあって、ちょっと待ってよ。これ、ちょっともう一回ピアノ見ていいですか？えい。だって私のこの携帯のメモと、6、7、9、6、7、9、ちょっと待って。6、6、6、6、ここが黒だったんでしょ？白でしょ？6、7、9、6、7、9、待って、考えるといえば考えるほど分かんなくなってきちゃった。なんかいいぞいいぞって言ってる。お、いけるかってきた。手書きの自分のメモ。ピアノへ写真撮ったら確かに写真撮ろう。写真撮ろう。よし。思いっきりカシャって言ってる。オッケー。わかりそう。待って。ヒント見たくない。ちょっと。ヒント見たくない。待って。679。なんかでもさ、あの形がさ、絶対何かあるんだよ。はい。これも一応写真撮るね。撮っとこう。ここで終わり私。やだ、絶対やだ。待って。やだ。待ってよ。絶対わかるはずなのよ。絶対わかるはず。めっちゃカシャって言ってる。ちょっと待って。でもさ、待って、ピアノって関係ある？なんか鍵盤の色とかって関係あるんですか？これ。そんなことないか。これ、こんな鍵盤の形してないよね。してるとしたらさ、だって、あれだよね。鍵盤の奥の方に行けば、こうなってるけど。こんなこ、お？待ってよ。お？ちょっと待ってよ。お？どれがどれだろう？ちょっと待って。これが、鍵盤が、こうなってて、でも黒でしょこれ。こうなってる。こうなってるのが7。ってことはこれが6。ってことは、これが？これが9か。はい。で？待って、ってことは、6、7、9が左にあるんだな。ってことですよね。左に6、7、9があって、でもさ、やっぱ右、一番右の数字わかんなくない？6、7、9、6、なんか関係あるのかな？ドレミとか。ゼロとか。ゼロとか。待って。でもこれあの鍵盤だよね。鍵盤の形が関係あるんだったらこうなんですよ。でもなんかさ、この数字って何を表してんだろう。ドレミ関係あるのかな。ドレミが1000から何個目とか。なんだろう。惜しい。何が惜しいんだろう。待って、私絶対答え見たくない。ちょっと待って。ちょっと一回お茶飲むわ。ちょっと一回お茶飲みますね。もう全部数字入れてみれば、確かに。いや、やってもいいんだけど、ちょっと待って。じゃあ私ゼロだと思う。やってみますよ。でもな、ゼロじゃないか。でもなんか一応ゼロだと思うからやってみます。これだ！違うってよ。違うんだ。ちょっと待って、ね。何なんだろう。なんかさ、鍵盤
がさ、鍵盤の数字なのかなって思ったんだけど、6、7、角度で考えるんですよ。だっていろんな角度。OK、いろんな角度ね。この数字をこっちにしてみたら、6、7。でもこれ6がさ、9にもなるよね、反対にしたら。この形はなんだ？ 6。6にしか見えん。一番こっち側。9。一番こっち側。お、すごい。こう見たら本当にこのマークだ。お、ん？待って、若干違う。待って、私が思ってたのとちょっと違うやん、ここ。これが、こうで、これが、これが、あ、でも、合ってるのか？いや、違うかも。いや、合ってるのか。こうで、これがこうで、反対にすると、あ、そっか、反対にするとそうか。そうだよね。はいはいはい。待って。ちょっとむずいぞ。これなんかやだな。マジ絶妙なヒントとかもらえませんか？絶妙な。なんか答えじゃないさ、ヒント。答えじゃないけど、絶妙なヒントもらえませんかね、これ。ちょっと待ってよ。ちょっと私はもう一旦ね、一旦ちょっとマネージャーさんからもらったレンコンチップ挟みますよ、私は。多分、ユリアの考えの逆かな？逆？いいね。絶妙ですね。ちょっと待って。待って、逆？一回ね、ちょっとレンコンチップ挟みます。みんなもちょっと、食べてね。なんか、美味しいの。あ、待って、辛い。え？鍵盤ね、一応ね、逆さにして見てるんだよね。ああ、うまい。うまいです。あ、こんな感じで、すごい、ゆったり自由な感じなので、皆さんもなんか、何かつまみながら見てください。ってことで。反対にしたら、反対にしてもわからんのよね。いや、ちょっと待って、解きたいんだよな。さっきゆりにはほぼ答え言ってたよ。絶妙ですね。そのヒント。何言ってた？え？本当に？でもそう。ん？これじゃヒント出せない？え？どういうこと？でもなんか、似てるんだよね、めちゃめちゃ。鍵盤の形だとするでしょ？ってことは、なんかでも不自然。あ！ちょっと待って。一回、これかなって思ったやつやっていいですか？ 6、7、99。来たー。やったすごくない？うるさ。やったー。あ、そっか。だから、あれか。鍵盤のなんか形がすごい不自然だなって思って、ひっくり返したんですよ。そしたら、あったんですよね。ちょっと説明難しいけど。やったー！やったー！めっちゃ満足。ちょっと待って、あ、そうだ。ちょっと待って、セーブ。4番。よし。やったー！マジでやったー！やったよー！子供部屋ってどこだ？3階はなかったでしょ？1階じゃね？ここじゃないか。仕事。
え、待ってよ。子供部屋っぽいところどこだ？ここがお手洗いでしょ？で、お風呂でしょ？で、ここが玄関、図書室、リビング、奥の部屋。あ、畳の奥って言ったっけ？なんか鍵かかってたっけ？うん。なんでいるんですか？びっくりしたー、マジでびっくりしたー、ついてくるーよー。あーあいやいや、もう、重なっちゃった。やばい、やばー、やばー、悲しい。どれですか？アスパちゃん、ほんとだ、ありがとうございます。エミリオさん、ゆりにはよく頑張ってて偉いって、ありがとう。嬉しいです。なんか、その赤いのはスパチャなんですね。なるほど。ね、待って。どこまで行った？鍵を手に入れて子供部屋を探しているところ。あれ？ってことはどこだったっけ？これを見てたんだ。そうそうそう。1階の、多分、あの一番右の、うわぁ。多分これ合ってるから出てくるんだと思うんだよね。よし、逃げますよ。え、なんでそっちから来るの？やばい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 って、これはまずい、これはまずい。ああなるほど、そういうパターンもあるんだ。青鬼やっと部屋から出てきた。確かにペアのピアノ部屋から出てこなかった。やばい。え、なるほどね。ちょっと待って。多分、ここから出たら来るんですよ。で、私もうピアノ部屋からもう、よしよし、こうやってね、相手が。え？何？何今の？何今の？あ、下から来た！うわぁ。やってんなぁ、マジで。どうしよう。あ、ヘイズさん、ありがとうございます。ゆりにゃ、ナイス謎解き、えらい、諦めずに頑張れ、ってことで、ありがとうございます。いや、待って。マジ、きっちり。なんかフェイントをかけてくるようになっちゃった。どうしよう。ね、優秀になってきたね。どうやって、あ、来ないじゃん。おー、そういうパターンもある。ここでしょ？あ、違う。ってことは、あれ？こっち行けなかったっけ？行けないんだ。え？子供部屋ってどこだろう？3階はでも、あれだよね？ドアノブを取ったところと、こっち行けるのか。行けない。ドアノブ取ったところと、あと、え？子供部屋？子供部屋じゃないよね。ん？あ、え？ここじゃん！なんだ？あ、なんて読むんだろう。当てたい。シーヤさん。違う、待て。むずい。むずいな。規制助かる。ありがとうございます。お名前はなんて読むんでしょうか。なんて読むんだろう。なんて読むのかな。なんて読むんだろう。なんて読むんだろう。ありがとうございます。あ、よしよし。ひろしくん。女の子さん。え、あ、選択肢ある。そうですか。多分、ひろしは一人でなりたいと思う。多分、すいやさん。すいやさん？すいやさんっていうのかな？ありがとうございます。よし。え、これさ、やっぱ一緒に行こうとかなんない？タクロウ、タクロウの彼女じゃない？そうでしょ、そうだよ。ミカ。ミカはきっと、タクロウの彼女だよ、これ。だってタクロウてんてんてんって言ってるもん。普通なんかヒロシてんてんてんじゃん。キリア、え、キリアだった？あ、キリアさん。ごめんなさい、キリアさん。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、セーブ。ユリアセーブ。ありがとう、セーブ。ちょっと待って、忘れてた、完全に。もうそろそろ1位やろ。
よし。これどこにセーブしたいかわかんなくなりそう。よし。とりあえずね。でもこのミカがさ、すごい、拓郎を心配してるから、私拓郎を助けに行かないと。あ、なんかやっちゃったな、これまた。そうだ、一回戻れば、いいよね。こうだな。オッケーオッケー。これで、こっちに行って、乗れます?あ、乗れた。ライターオイル。お?ライターオイル?やっぱなんか燃やすのか。ペット燃やしとく?わかんない。いけんのかな?ライターオイル。はい。これ使えるのかな?あ、びっくりした。ちょっと使えちゃったのかと思ったの。怖っ。すごいコメント欄が面白いことになった。待って。誰だっけ?たけしじゃなくて、達也じゃなくて誰だっけ?拓郎様子見に行きますか、じゃあ。一階を見てくるって言ってたよね。あ、いない。オッケーオッケー。おいしいおいしい。拓郎。いなくね?拓郎。あー、拓郎。いー、拓郎えぇ、ちくしょう。マジか。待って、ファイル1ね。オッケー。待って。あ、ここからか。オッケーオッケー。そうだそうだ、セーブし忘れたね。セーブし忘れた。オッケー。オッケーオッケーオッケー。とりあえずね、オイル手に入れて、アイテムで、ライターオイルを入れて、セーブね。オッケー。はい。いきます。じゃあ、ちょっと、拓郎さんの様子を、ちょっとあっちいなかったんで、こっちの方なのかな?ここの一方通行でさ、青に来ちゃったら結構やばないって思うんだけど。これってこっち開かない?開かないか。よいしょ。こうやってやってたら拓郎出てこないから。そんなことないか。え?どうしよう?やっぱ畳燃やした方がいい?入れて、みんなベッド燃やすって言って。ベッド本当に燃やすのあれ。ベッド燃やすの本当?マジですか?もう燃えるんかあれ。燃やしに行く?どうやって燃やすんだろう。つけらんないや。カチカチカチ。カチカチカチ。ダメだよ。つけらんないよ。つけらんないよ。どうしよう。待って、タクロでも一回って言ってたよね。畳じゃないこの右奥の廊下のところ。右奥の廊下って何?右奥?あ、地図にあるとこ?階段の奥の?確かに。ちょっと待って。うわー!おちょい!やばい。やばいよ。オッケーオッケー。待って、急に来る。ここ?あ、ここ行けない。あ、間違えた。右奥、こっち?行けなかった。あれ?この、でも畳の部屋の奥だよね、多分。これ、この地図的に。一回じゃないのか、これは。うわぁちょっと待って。お住まいにやられた。ごめんなさいね、お住まいにこんな。やだ。よし。青にやってんな。ちょっと待って。右奥ってさ、畳の部屋だよね。確かに、地図写真撮るか?こっち行けないな。え?あ、待って、なんかさ、これ?
なんか、これさ、もしや、燃やせばいいのでは？え、違う。燃やせない。これか？いや、ドアノブつけるか。あれ？無理だ。ん？ライター。ライター。え、ここでもしかして皿の破片？うわ、そっちなんだ。あ、ドアが。なるほど、なるほど。来た。来ちゃった。やばい。え、これ今どのぐらい進んでるんですか？ちなみに。どのぐらい進んでんだろう。え、真っ暗じゃない？何これ。あ、ライター、ライター。そのためのライターだったんだ、これ。うわ、え、これ、わかんなくね？青に来たらどうしよう。あ、つけれるじゃん。つけたい。よしよしよし。え、タクロ？違うか。ウェイ。そうだよね。大丈夫だよ。何もないよね。よし。あ。いーちゃん！え？何今の？3から4割進んだ感じ？今ので。マジか。あ、福丹さん頑張ってありがとうございます。え？あ、ちょっと一回ね、写真撮るわ。一回写真撮りましょう。よし。よし、OK。え、今の何？今の何ですか？あれ何なの？あれ何？あ、なるほどね。アイテムを取ろうとしたから私はやられてしまったのか。なるほど、なるほど。いや、そういうのもあるんだね。オッケー、オッケー、オッケー。いいんじゃない、ヒロシ。オッケー、オッケー。よし。常にセーブ行こう。そうだね。ここら辺は多分出ない気がしているから、これをつけた時にセーブする？あ、ここ動かしてからでいいか。ここでセーブしましょう。OK でした。で、開けて、これ閉めれないのかな？え、これ閉めても来るかな？タルトさん、ユリネの規制にびっくりする。でも可愛いから許す。ありがとうございます。ごめんね、うるさかったら音量落としてね。ごめん、ごめん。え、これさ、取ったらダメ？取ってこれなくない？青に。あ、でも、あいつ壁抜けるからな。無理か。意味ないか。意味ない？意味ない？え？ドア閉めていいかな？一回やってみよう。え？無理じゃん！何これ？やばい、やばいんだけど、え、気持ち悪いやだー、え、なに、うおー、あ、え、やだやだ、絶対無理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 、え、燃やそう燃やそう、ちょっと待って、あ、あ、行った、あ、なに、壁はすり抜けるけど、ここは無理なんだ、え、ちょっとなんか他にないかな、おー、やばいやばいやばい。やばい。待って待って、大丈夫かな？大丈夫かな？もう大丈夫？出ていいのかな？ちょっと一回セーブしとく？ちょっと別のとこに。オッケーオッケーオッケー。はいはい。いや、やば！ちょっと待ってよ。もう大丈夫だよね。もう、てか、いなくね？タクロウ。開いてたりしないか。あ、さっきのか。あ、ミカ。ミカの声がした。え、でも行きたい、ここ。あ、ミカのとこにすごい言われた。多分ヒロシはミカが好きなんですよ、きっと。なんかそんな気がする。気持ち悪いんですか。あ、ミイ。そうだよね、そうだよね。やばいやばいやばい。どうしようどうしようどうしよう。まずいまずい、さっきの力だ。
いや、惜しかったな、今の。え、結構いいんじゃない？ここで隠れるの。それともピアノ行った方が良かったかな？やばー。あ、青鬼さん、見たなぁ。スパチャありがとうございます。うわぁ。ちょっとね、むずいむずいな。なんか、よし、頑張ろう。あ、また間違えた。ミカのとこ向かっちゃった。違う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 。ここをね。え？あー、びっくりした。これ聞こえない。よし。セーブしますか。ここで一回セーブしといて。オッケーオッケーオッケー。よーし。あー！ミカってここだよね。戻ろう戻ろう。こっち、やばい今の顔。やばいやばい。怖っ。よし、私の得意な。やっぱそう来るんだ。やだ。やっぱ力をだ。へぇー。あ、あ、よし。よし。よし。え、ミカのとこ行こう。やばい、ミカ。大丈夫かな？え、あれ、大丈夫ですか？おい。おい。え？どうなってんのこれ。燃やす？ちょっと、どうなってんのこれ。え？え？あ、ミラインさん。だんだん青鬼から逃げるの上手くなってますね。引き続き頑張ってください。ありがとうございます。パチありがとうございます。え？え、これってもしかしてモミカさんはさよならしちゃった感じ？悲しい。ミカ。ってことは、次行くのは、地下室ってことか。あ、なんかある。あ、そっか、椅子がないのか。椅子？椅子？椅子？こっちか？あ、ここにもなんかあるんじゃない？よし。動かせる。おお。え、でもこれ？この向きだと、登れる？登れるか。一回やってみるか。よし。ん？ちょっとこっち。よし。あ、セーブしといた方がいい？セーブしとく？セーブしとくか。オッケー。オッケードライバーのシーンを手に入れた。オッケーオッケー。わー、怖っ。マジで怖いじゃん。怖いね。よしよし、これを持ってって、で、あの下のところでね。ちなみにこっちにないかな。移動が大変。広っ。マジで広っ。オッケーオッケー。これを、下まで持っ、あ、下まで持ってこう。よし。やばいやばい。オッケー。あ、でもなんかこれででも、やっと、4割5割って感じなんかな？いや、そっちじゃない。え、乗れなくね、これ。ん？こっから乗れる？あ、乗れるんだ。なるほど。牢屋の鍵？あー、びっくり。え、ミカ？あー、なに？なんで？なんでなんで？いやー！どういうこと？やばくない？今の。うわ、やばー、セーブしとけばよかったな、今んとこ。ドライバーのシーンを手に入れて。やばいよ。今のやばくない？だってミカがさ、ミカがね、あれだったんですよ。え？
いやでも、ミカの、ミカ、ん？ミカはでも食べられてたよね。食べられてたから、おいし、おいし。とりあえずじゃあこれ取って、セーブしますよ。あ、乗りながらセーブできなかった。じゃあ3に。え、待って待って。ちょっと待ってよ。ミカ来たらど、やばい。無理無理、来てる来てる。私のピアノに逃げよう。いやー、なんか言ったら髪の毛生えてんじゃん。やばい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 。あー、見た見た見た。引っかかった。ひー。あ、なんだ、野島さんがいらっしゃる、もしかして。野島さんがいらっしゃるのかな。あ、アイテム取ったらセーブしよう。ありがとうございます。そうですね。あ、やばい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 。やばい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 。あ、待って、くしゃみ出そう。めっちゃくしゃみ出た。くしゃみ出そう。待って、よし、こうでしょ。オッケー。で、多分あいつは回ってくるから、そしたら、牢屋の方に、いや、長いな。オッケー、いいですよ。あー、くしゃみで育った今。ちょっとセーブしとこう。で、私は何をすればいいんだろう。情報が全くなくなってしまった。あ、なんかの地図手に入れたんすよ。牢屋。あ、待って、ほんとくしゃみ出そう。やばいやばいやばい。え、牢屋の鍵って何？あ、でもさ、さっきのとこか。あそこが一番、まだ、何もしてないもんね。ちょっとくしゃみ音量でかい気がするから、みんなちょっと、気にしつつって感じでお願いします。ここか。え、なにここ？なんか、ボス戦みたいな感じする。もうでもなんか、結構最終段階なのでは？え、なにこれ？え？あ。うわぁ、マジ。暗いとこ苦手なんですよ。ちょっと。どこ行くの？牢屋、あ、ここか。いや、私、こう、暗い中逃げるの苦手よ。あ、オッケー。はぁ、ビビる。ちょっと待ってね。セーブ。ほい。はい。では、カメラで撮ります。オッケー。何これ？何語？お。お。鬼見えるな。鬼見える。なんだろう、何語だろうね。え、なんかでもこんな言葉ないよな。数字でもなさそう。何かと何かが組み合わさってるのかな。あ、なこれさ、もしや、いや関係ないか。違うな。まだ情報が少ないですね。これは？何これ？これはこれだけで、こっちが、あ、ぐちゃぐちゃな絵が描かれてますけど。これもじゃあ一応、証拠写真として。はい。ああ、鼻水がね、やばいです。よし。これは何の絵だと思う？え、でもこれあれだよね？牢屋に入ってて、青鬼が来て、こう手を掴まれたシーンじゃないの？これ。私が経験した。タコって言ってる人いる。誰が描いたんだろう。でもなんか、拓郎な気がする、これ描いたの。拓郎、ここに来たのかな？拓郎、いないわ。でも、鍵も手に入れてないもんね。やかちゃんの絵。やかに怒られるぞ、それ言うと。あたしこんなんじゃないよって言っちゃう、やかんが。あ、
ドラゴンフィールドさん。部長？あ、え？マジですか？ありがとうございます。ありがとうございます。やかんちゃん似てるって言われた。そのモノマネの方が怒られる。やかんちゃん、やかんちゃん怒られちゃうかな。やかんちゃん。ちょっと待ってよ。でも、これ牢屋に行けってことなのでは。これはここにいるよアピール。でもさっきも牢屋なんですよね。いない。私もね、ここで経験したいんですよ。でも何もないよね。さてさて。何手に、アイテム一応確認するか。プラスドライバー、ライター、皿の破片、ドライバーのシーン。ドライバーのシーン。シーンを付け替える。付け替えたらどうなるの？あ、プラスドライバーとマイナスドライバー。あ、なるほど、なるほど。そうなってたのか。オッケー、オッケー。そういうことね。うんうん。え？でもさ、ドライバー使うとこなんてあったか？この家なんで牢屋あるんだろう。確かに、怖。すごい、でもお金持ちのお家っぽいよね。なんか広いし、とっても。っていう、そんだけだけど。うん。でも、なんか、ここら辺なんかしないのかな？しないよな。あと行ってないとこどこだ？地図的にはさっきのとこも行ったし、ドライバー使うところなんて、早くない？やばいやばいやばい、私の大好きなピアノ部屋で逃げろ。おお、怖っ。出ない方がいいのか、こういう時。でも、何も情報がないですね。うん。待って。あと何すればいいんだろう。なんかでも、とりあえず、部屋が変わってたりする気がするから。よし、ここら辺を。えい。ないね。てか、なくない？死体。あ、そっか。青になったからか。青になるんだ。あ、いないやん。ここそうだよな。たけしも、たけろうだっけ？誰だっけ？たくろうだっけ？たけろう？あれなんだっけ？たくろうか。たくろうかな？たくろうもね、いなくなっちゃった。なんかどっかドライバー使えないかな？ないね。たくろうか！たくろうね。たくろう、オッケーオッケー。たけしと混ざっちゃった。待って。トイレは？ないな。はい。あとどこだ？何かを見落としているような気がする。でも、出れないんですよね。ここはでもなんかなさそうだったんだよね、見た感じ。こっちも特になくて、本当か？これは。ないよな。これ動かせれるんだってか。あ、動かせれないわ。じゃあ動かせれないのか。OKOK。ここもないよね？ないね。まさげ。さあ、皆さん、どこでしょうか？地下牢まだ見てないとこある？マジ？地下牢ってどこだっけ？見てないところがある。こっち？下？いけない。こっち？ここだよね。なんかあるのか。こっち？ここですか？地下牢。どこだ？青い絵が見たいって言ってしてるし。青い絵ね。これです。ぐちゃぐちゃ。特に、下の方とか見えないか。そかそか。待って、タンスが動かせる。待って、そうなの？
ドア閉めてないよ確かに。え、タンスっていうのはこれのことですか？え、どうやって動かすんだこれ。こんなでっかいの動かせんの？あ、わかんない。どれだろう、これか。タンス、あっちの方かな、こっち、これ、これじゃないか、これ、これか。なんだこれは。タンスってどれだろう。ん、これが、これはなんだこの黒いの何、これじゃないか。青鬼の絵が大ヒント。え、さっきの青鬼の絵にヒントなんてあるの。だってとりあえずね、よし、もう一回見るわ。じゃあこれヒントなん？ちょっと待ってよ。なにこれ？青ぐちゃぐちゃの絵でしょ？で、なんか牢屋みたいな。牢屋。ここは牢屋です。え？絵の謎は解かなくていい。そうだよね。絵を。オッケーオッケー。牢屋でしょ？牢屋の青鬼。これ、謎なんだ、一応。これ、解けってことなの？青鬼って書いてあるんじゃないのこれ。そんな安直じゃない？え？そっか、え？待って、何すればいいんだろう。どうすればいい？とりあえずエンターいっぱい押しとくわ。おい。おい。おい。ちょっとこれ開けたくないからやめといて。これもできない。私、アイテム何持ってたっけな？適当になんか、あ、付け替えるしかできない。え、なんかドライバーでできるか。付け替えて、できないね。ライターで燃やしてみますか。すぐライター使っちゃうんだけど。え、何にすればいいんだろう。あとは皿の破片。いや、ないな。え、ここの場所だよね。でもあの、ここでなんかここら辺に人が倒れてたのかな。倒れてたんですかね。なんかだって青いぐっちゃぐちゃのやつがあるでしょ。で、これがこうで、あれ、牢屋の外から、え、惜しい、何か惜しいことしてる。あ、いや、え、なんだこれは。ちょっとなんか変わってない？ 5376？ 5376？ 5376？ なんか数字入れるとこあったっけ。5376。ピアノ？ピアノ部屋？え？数字入れるとこあったかしら？ 5376。写真撮ろう。そうだね。撮っとくか。5376。撮っとこ。5376？ OK。よし。写真撮るとセーブ。OK。セーブします。4番。OK。待って、プレイ時間もう1時間経とうとしてる。やばい。やばいよ。5376ね。OK。ピアノ部屋でいいの？あれは。あ、こっちだ。ピアノ部屋ってまだ使えるんですか？あれ。あ、怖っ。なんか、ザーって言ってるわ。ピアノ部屋。あ、ベッサン。ライターを獲得してからユリニャが、非属性の四天王みたいになってる。そういうことね。私がすぐ燃やすって言うから。ナイスパです。ありがとうございます。え、でもこれもうさ、あれできないよね。ピアノ部屋。ピアノもう終わり？あ、ピアノ終わりか。ピアノじゃないんだ。でも4桁の番号、
やるとこなんてなかったよね。4桁の番号ってどっかであったっけ。なんかなさそう、なさそうだよね。4桁の番号、なんか調べるところでもあるのかな。あー動いた。え、なるほど。違う、そういうことをしたいんじゃない、私は。あ、そっか、こっちやんなきゃいけないか。オッケー、これでいいのか。よし。え、これ私がやるんですか。おお、あ、来たー、みんな来たよ。これはピアノ、あ、なんだっけ、5 5 5 3 5 3 7 6、来たー。ん、別館、え、あ、こっちの扉は別館に繋がってんの。いや、あ、ね、セーブしてない。セーブしてないよー。やっちまったー。やっちまったー。セーブしてないじゃん。そう、やっちゃったね。ちょっと、これはやっちゃった。オッケー、オッケー、オッケー。もう分かったから、もう分かったから大丈夫、オッケー。なんだっけ。5、3、7、6。オッケーです。セーブしましょう。よし。あそこから出てくるじゃん。ちなみにさ、いるの？開かない、開かないよ。さっきタンスから出てきたんだよ、あいつ。開かなくなってる。あれ、あー、やだやだやだ。来てる来てる来てる。オッケーオッケー。とりあえずピアノ部屋。早いよ、早い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 。いやいやあ、やっちゃったー。またやっちゃったー。ピアノ部屋に行きたかったのに。よし、ちょっと待ってよ。あー待って、嫌です。ただ、また野島さんが見てくれてる。ありがとうございます。やばい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 。やだー、なんか階段登るの早くない？ OK、 私のピアノ部屋。よしよしよし、これ一旦いないよね。よし、 OK。 そのクローゼット燃やそう、やば。確かに燃やしたらいいじゃんね。よしよし、よーし、いけたよ。で、開けて、あ、うわー、マジこれ。これは、あれだよね。ライターできない。オイルが切れた！マジ？このタイミングで？絶対こっちの方が暗いじゃん。え、待って待って、怖いよ。だってオイル切れてるね、今。やば。戻ろう。戻ろう。やば。ここはまずい。すごい雨の音めちゃめちゃする。あ、これって。あ、ろうそくじゃない。なんでこれ。証拠写真ね。撮ろう。あ、待って、そうだね。セーブしよう、セーブ。よし。すぐ忘れちゃう。待って。これどうやって戻すんだっけ。
ちょっとこいつも一応取っといていい？で、セーブ。セーブ、セーブ。よし、オッケー。あ、なんか電気ある？あ、あ、なるほど。この家は電気があるんですね。じゃあさっきの部屋もどっかに電気があったのかな？え、なにこれ？これって、や、なんかやばい、やばいとこですよね、これ。あ、なんか。戻る、B ボタン。何の話だい？何の話をしてるんだろう、これ。おー！あ、ん？え？何これ？適当に やってるよ、今。なんか絶対、もうダメなやつや。え、待って、B ボタン、B ボタンはどこじゃ？これか？あ、B ボタンっていうのはあれか。あっちのパターンですか。なんだこれ。私こういうのそんな得意じゃない。どうしよう。どうしよう。どうしよう。あ、でも同じことしかできないよ。待って待って。なんだこりゃ。こっち、こいつしか進めないんだよね。上に行かなきゃいけなくて。でもまた一緒になっちゃうの。むず。なんだこりゃ。ああ、むずい。ここむずいよね。え、同じことしかできんぞ、私。え？いやー、これ解きたい。知恵の輪みたいじゃん、これ。解きたーい。いや、でも、なんか、これ、顔とさ、顔と手でさ、上の部分が体に見えてきちゃった。ちょっと面白いな、これ。私ね、知恵の輪はめちゃめちゃ得意なんだよね。ここは、あれか。え、これってさ、ちゃんとできたら解けるやつですか？システムを疑い出す。え、解けるやつですか？ね、さっきから同じことしかできないんだけど。で、だって行けなくね？そこしか。え、待って、こっち行くでしょ？そしたらここに入るでしょ？ここに、こっちに飛べないから。いや、そうだよね。斜めに行けないもんね。ん？むずくない？え、必ずこの形になっちゃうんだけど。なんだこりゃ。なんだこりゃ。ね、これのままじゃダメか？え、で、このままじゃできんの？マジ？なんか、あいつ、これがヒントだったのかな？そんなことないか。え、なに？なんか、目の色違うんですけど。よし。あ、え、手に入れちゃった。普通の人形と、普通の人形ですね。え、ここ溶ける系なんですか？ここ解きたいなぁ。ここ別のやつ必要？必要か。必要だよね、でも。どう頑張っても。できなさそうな気がする。じゃあ別に行くか。ってことで、ついこっち行こう。開かない。うわっ！なぁ！待って待って待って！わかんないわかんない。ここの場所わかんないよ。道がわかる。いるのー、開かない。終わった。終わったよ、これ。どうしよう。まずまず、ちょっと待って。このボタンを押すって決めた。ごきげん。やばい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 。あーあー、もう、ね、セーブしたっけ。私またセーブ忘れてる。ちょっとな、ちょっと待ってよ。写真撮ってじゃん、この辺。何をやってからだっけ。そっか、これか。これを撮って、これを撮ってセーブ、セーブね。オッケーオッケーオッケー。よし。あー、やばいね。
かそっか、やばいやばい。どっち行ったら来たっけ、あっち行ったら来たんだよね。なんか落ちたよね、てか途中でどっか。こっち行こう、とりあえず。なんか、感覚的にはここに、ないわ。こっちに、あれ。この辺か？この辺か。待って、びっくりした。戻れなくなったかと思った。勝手に進んで暗闇の中。やばい、怖っ。え、でもさ、青鬼がさっき出たってことは、さっきのとこにしか、あ、落ちたのか。全然気づかなかったよ。これで、あ、でもこうするとさ、ダメじゃない。そういうことね。わかりました。もう間違えません。え、ライター使えない？ライターね、なんかオイル切れちゃったって言われたんだよね。あ、あれ、火がつきませんねって言ってる。そうそう。ライターが消えちゃったみたいで。どっかで拾えると思うんだけど。こっちに逃げるんですよね。難しい。待って、むずいわ。ちょっと待ってよ。ここがこうでしょ。こっちがこうでね。オッケー。やばいやばいやばい。やばいね、やばいね。オイル切れてたよね。そうだよね。オイルオイル。よし、ちょっと冷静になろう。冷静になったらいける。おお、危ない。開かないかと思っちゃったじゃん。ついてくるんですけど。ピアノ部屋は？ピアノ部屋。ねえ、ピアノ部屋どこ？ねえ、ピアノ。おーい、ピアノ部屋どこ？待って、ちょっと、後回しにしようかな、あそこ。逃げ道が、ちょっとね、確保しないと、やばそう。待って、こっちは何？電球を手に入れた。電球手に入れちゃう。オッケーオッケー。え、これはちなみに落ちることができる。できない。できないか。ピアノ部屋みたいなとこないんかな。ここは、さっき言ったよね。はぁ、びっくり。あ、雷か。はぁ、びっくり。お、え、いや、あるんだ。なにこれ。なんか、うわぁ、なんか、勝手に、え？これさ、ここに入れんのかな？ここに入れるの？おお、ライターオイル来ました。しゃ、ライターオイルゲット。ってことは、アイテム、アイテム、アイテム、ライターオイルどこか。あ、オッケー。いいんじゃない？何これ？ん？一応取っとく。一応取っとく、この真っ白い絵。一応取っとくか。よし。OK。これも動かせれるの？あ、これ何？これ何？これなんだろう？わかんないや。動かせれない。ここの隙間は何だろう？何もない。うん。私セーブしたよね。あれ？してない？待って、わかんなくなっちゃった。もう一回しとくか。よしよし。よし、ライター手に入れて、で、わーお。ああ何もできなかった。待って。え？あそこから来たらさ、無理じゃない？待って待って。え、待ってよ。あ、来るのか。ちょっと待ってよ。してた。あ、してたか。オッケーオッケーオッケー。え、待って待って。今ね、そこから来たんですよ。でも、下に行くと、さすがに、あー！下に行かなくても来るやん！やばいやばいやばい。こっちは何かあったっけ？
ばいや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 ばい。待って待って。あ、場所覚えないと。逃げる道が、まず、一番上の階、3階にはない。なくって、こっちの部屋も穴を使うことはできない。で、むずいな、そう考えると。落ちる部屋？落ちる廊下？廊下が落ちてるところが、私にとってのピアノ。え、誰？怖っ。誰だっけこれ、小次郎？たけし！たけしじゃん！たけし生きてたんだ！ガタガタしてたのに。え？あ、そっか。ひろしが、ひろしじゃないや。たけしが言い出したのか。あ、いなくなっちゃった。待って、声出すと危険じゃない？待って、電気ないんですか？あるじゃん！あ、よかった、びっくりした。ちょっとセーブ、セーブ、セーブ、セーブ。オッケー、オッケー、オッケー。待って、よしよしよし。オッケー。オッケーじゃないわ。何もオッケーじゃないけど。これは動かせそうな気もするけど。ああ。持ってきそうだな、向こうに。なんかこれ、あったよね。こっちじゃない？これは。でもどこに使うんだろう。なんかひび割れてるところに置いて穴にしちゃうとかあるのかな。とりあえず、こいつここでセーブしとこう。オッケー。よし！ってことは、あ、ここまで、あれ？やってない？まだここ。わあ！オッケー、オッケー、オッケー。よーし！巻いた、巻いた。よしよしよし。で、こっちの先が行けなくて、ここがね、私にとってのピアノ部屋ってことだよね。そういうことだよね。結構逃げんのむずいな、ここのステージ。で、どこに行ってないんだ？こっちは行った？あ、こっち行ったね。あれだ、パズルとかがあるやつだよね。で、こっちが、そっか、電球。これってさ、こいついるじゃん。こいつと同じくあそこに持ってくのかな？え、どうなんだろう。待ってよ。どうなっているんだ？これは。あ、こっちは行ったよね。やっぱあれなのかな？ちょっと石像運びますか？階段っていけんのかな、こいつ。運べないよ。あ、じゃあ、どうしよう。こいつ割ったらさ、鍵とか出てくるんちゃう？あ、やべ。あ、やばい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 。おー、オッケーオッケーオッケー。よし。やばいやばいよ。待って。これは？こっちに押す？ひび。あー、でもできないんだ。こいつなんだじゃあ。何のためにいるんだ？こっちに何かあったっけ？何もないよね。同じだよ、ね。あ、手を挙げてるけど。待ってよ。何が。ね、落とせなかったよね、なんか。無理だったよね。これも、謎ですね。椅子もある。椅子もあって、でもなんか階段、あの石像は階段が運べなかったから、こっちってさ、戻っちゃうんだよね。そうだよね。オッケーオッケー。でも階段運べないでしょ？あ、でもやっぱ、ここ調べてないんですね。
え？してなかったっけ？え？どこでしてないですっけ？マジじゃん。やばー、してたと思ってた勝手に。オッケーオッケーオッケー、ごめんごめんごめん、マジでする、セーブ。よし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 。え、待って待って待って、セーブしたからオッケーでしょ。で多分こいつから逃げ切ればいいんだよね。なんかやばいやばいやばい。どうやって逃げればいいんだあれ。あーむずいね。オッケーオッケー。おーあーよし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 、ちょっともう一回もう一回ね。でもマジでこいつ逃げれない。よし、あわあ、終わった終わった、嫌です嫌です、やめてください。あああ、くしょう、なんでだろう。待って待って、やっぱ逃げ道、あそこピアノ部屋より難しいよ、難易度。落ちても来るから、こう来ても来るじゃん。ちなみに、こっちはいけないでしょ？ってなると、ここ来て、左曲がっ、こっち行ったとしても、結局地下には来ちゃう気がするんだよ。どうやったら負けるんだろう。ここでワンチャングルグルする？こうやって、グルグルする？ここ。いけますかね、ここ。一回やってみるか、ぐるぐる。ぐるぐるした後に。いやー回ってきたじゃん待って、あおりさんのコメント。あ、一回左のタンスに逃げられたら厄介だな。って言ってる方いる。待って、何一回のタンスって。もう覚えてないんだけど、どこだっけ。一回左。あ、あの、石像、私が連れ出してきたやつ？なるほどね。オッケー。そこ、ついてこない？でも。マジ？あ、やばい。カタカタ言ってる？どう？カタカタ言ってる？あー、来てる？今出たら OK？ どう？あ、でも、何も聞こえないかも。押すよ？ OK！ OK、OK、OK！ セーブ！した今。した、ああ、やばい。ああ、びっくりした。よし。暖炉がありますね。火をつけれますか？あれ？意外とこれだけ？待ってよ。これは？何もない。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 こいつは？何もないね。暖炉に火をつけるだけ？
そんなことある？これは何もないね。これは下はいけない。うん、ふむ。お、ケルさん、午前0時をお知らせします。バッチありがとうございます。マジ？もうそんな時間なの？そんな、待って、どうしよう、本当にどうしよう、困りますね、これどうしよう。なんかでも、あそこ電球取っちゃったんだよね、私はね。電球も使いどころがね、いまいちあれだしね。3階、3階ってコメントしてくださる方がいる。3階？石像はこ、銅像壊しちゃダメなの？銅像ね、どうなんだろうね。銅像。はぁ！なんで？どういう仕組みなのこれ。写真写真。証拠写真これ。361。でも、また、なんか、あれだよね。見つけなきゃいけないんですよね。361、ちょっとよく見とくか。なんだろう。これは、なんかここに行けないかな。どうだろう。どうだろうか。よしよし。やばい、本当にやばい。緊張してきた。待って。これってさ、何をすればいいんだろうね。やっぱでも石像、石像っていうか銅像をさ、なんか割りたい、割りたい。割りたい。だってなんかね、こいつ、これ邪魔だな、多分。よし。前の別館じゃないとこ戻るとかありますか？ある？あ、なんか入ってた。崖から落とす的な。そうなんだよね。さっきね、こっちに運ぼうと思ったらいけなかったんだよね、こっちね。今6割なんだ。半分くらい。なるほどね。まだ中盤。そっか、中盤なのか。まだ中盤なのか。よしよし。待って、頑張るよ、とりあえずじゃあ。ちょっと待って、むずいな。ここのさ、あれがね、うまくいってないんだ。こいつが手を挙げてる謎のやつがいて、隣になんかパズルみたいなやつがあるんだよね。これ増えてないよね。なんなんだろう、こいつ。でも、一回人形とか見てみる？いや、こう、あ、間違えた。なんだこれ。人形を見て、これ電球はめれないの？目に。はめれないか。そんなことできないか。なんだろう。電球絵にはめたりできませんか？できないな。あとはどこなんですかね。さあ、皆さん。どうぞ。いやー！コメント見てたのに！なんだこいつ！いやー！なんだよこいつ！待って、今どうしてあいつこっちに来たんだ？一回こっちに入って、銅像の謎を解こう。は、こいつね、気になるよね。いけないやろ？こっち行けなかったんだよ、さっき。こっちに行けないから。これ戻るのかな？こっち？あ、行けんだ、それ。あ！割れた。青い石。セーブしとこ、セーブ。オッケー。セーブしたら、青い石っていうのは、人形の目に入るやつですか？お！え？夫愛になった。これあの人形の謎があれなのかな？なんか、
置いたりできませんか、ここに。置けないか。もう一回置いてみたりとか。あ、一応できるんだ。え、これ並び替えとかできるのかな？多分これ拾えないよね。さっきはーいみたいなことしてたやつ、隣に置いてみる？かわいいな、なんか。よし。ここに置くか。なんか適当に置いてみるわ。よし。え、これでも、人形を置いたところでって感じだよね。待って。なんかそろそろ来そうだな。電球の謎も解決してないでしょ？こいつもじゃあ落としたいよね。あ、火消えてる。そっか、私が消したのか。私は消したっていうか、あれか。死んじゃったから、消えたことになってるのね。セーブしとこう。とりあえず、オッケーオッケー。よしよし。で、ここにこれが乗ってる、361。乗ってるでしょ？あとは、あとなんだろう。やばくない？逃げらんないんだけど。やばいやばい。いやいや、無理ですね、あれ。いや。上手い人だったらいけんのか？ギリギリ攻めたりしたらいけんのか？いやー。待ってよ。どうしよう。あと何があるんだろう。無理だな。何手に入れてたっけな。ドライバー、ドライバーライター、破片、電球。やばいよ。あ、上手い人でも無理ですって書いてある。そっかそっか。ちなみに私はこの人形を持ってる必要はありますか？この。あ、待って、暖炉があるということは、つまり、燃やすってこと？待って、本当に？ついに燃やしちゃう？いいよ、やろう。本当に？あ、これでパズルやる感じかな？はめ込めるんかな？いや、できない。できなさそう。できなさそう。こいつ、白い目。白い目。よし、じゃあセーブしますか。一旦ね、一旦。結局こいつはまだ一個だから。人形みんな持っていけないもんね。なんなんだろうか。こっちは？かわいいな。あ！こいつ、目がないぞ。いいじゃん。かわいいじゃん。よし。何？なんで取れるんだよ、そこ。頭手に。あ、頭でじゃあ、あれじゃない？さっきのやつじゃない？うわい！たけし？たけし？たけし。たけしが。どうしよう。たけしが。どうしよう。これ何？あ！パズルの必要ないの？これ。あ、この数字。361。なんだよ、パズルじゃないじゃん。なんなんだ、あれは。
地下室の鍵、オッケー、地下室ね。待って、たけし残酷なんだけど。ごめんな。うぅー、ごめんな、本当に。そんな。え、タクロは？タクロだよね。えぇ、たけしの頭！頭！たけしが頭になった！あー危なー、逃げれた。怖いんだけど、真っ暗マジで怖い。セーブセーブする、セーブする。え、何の音これ。ちょ、青鬼の吐息みたいなの聞こえる。やばいよ、やだね。大丈夫かな、真っ暗なんですけど。大丈夫かな。あ、なんか鍵が開かない。待って待って、大丈夫かなこれ。え、よしよし、オッケーオッケー。あ、やばい。なんか電気が欲しいです。ないよね、ないな。うわうわー、やばい。あ、マジでこのまま進むの。待って待って、あー、ペットですよね、これ。あ、ペットだね。ペットだね。あ。どうしよう。大丈夫かな。なにこれ。保健室みたいなとこがある。あ、たけし。じゃあな、ひろし。スパチャありがとうございます。なんかある。赤い鍵を手に入れた。待って、待って、なんかすごい。すごいやばいよ。青鬼の吐息みたい、これ。なにこれ？ねえ、暗いよ。電気ないんですかね、電気。赤い鍵？さっきなんか、色のついた鍵、いっぱい。あ、あるじゃん！ブレーカーか、これ。よし。本を手に入れた。なんだこれ。あ、野島さんが、野島さんお疲れ様です。ありがとうございます。こうラジオ代わりに垂れ流ししてくださってるのかな。ありがとうございます。これ何、この絵本。アクシオリみたいなのゲットしましたね、今。もう一回見たいな、本と思ったらなかった。このしおりをゲットした、なんか意味がありそう。赤と青と緑と白の、ちょっと、なんか、洒落た感じの、しおりですね。よし。自分がどこ行ったかわかんないんだよな。こっちかな。ここ？ここで、なるほど。こうなっていて。マジでこの青鬼の吐息みたいなの何？ファ。ファ。待ってよ。この情報はね、私の携帯には入ってないですね。どうしよう、そっか、ロックがあんのか。これなんかビリビリに破れてるのはさ、破片でなんかできるかな？できないか。なんか気になる、このビリビリ感。燃やす？赤い鍵ってどこ使うの？すんない。セーブ？セーブしてない？待って、セーブしてない？オッケー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 。よーし。待ってよ。なんか動かせれるものある？ないよね。ないね。マジ、この音なんだろう。でもここも来たよね。赤い鍵？あれ？別館のところってなんか開いてない扉あったっけ？どうだっけ？全然覚えてないんだけど。まず、ここの扉以外ないでしょ？道がないよね。OK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 。みんなのセーブコメントが。ありがとうございます、本当に。
申し訳ない。私がセーブを忘れるから。これどうすればいいんだろう。赤い鍵を手に入れたんだけど、多分、地下牢は、もう、ないんだよね。そうなんだよ。でも、どっかにあったっけ？赤い鍵使うところ。とりあえず上に行きますか。なんか、赤いとこありましたっけ？赤いとこ？赤いところ。赤いところ？待って、赤いところね。待って、赤いところってなんだろう？どこだろう？待って、そうだ、電球とかもさ、全然なんか、解決してないじゃん。なんかとりあえずしおり燃やしとく？あ、わかりました。スタッフさんがコンビニに行ってくるそうです。皆さんぜひね、私もね、いっぱい今日お菓子とか持ってきたんだ。すごいいっぱい持ってきたんです。よいしょ。よいしょ、よいしょ。よいしょ。カロリーメイトとかね、いっぱい持ってきた。ピルク。あ、私でもお菓子たくさん持ってきました。よし。よしよし。あと、よいしょ。よいしょよいしょ。ストローとかね、あるんですよ。そうです。ちょっとピルクル飲んでね。徹夜する気満々。なかなかね、でももう半分は終わってるんだもんね。うん。よし。じゃあ行きますか。休憩入れなくて大丈夫？大丈夫な気がするよ。で、ちょっとだけ休憩する？何？ 5分ぐらい休憩する？じゃあ、5分間休憩の質問タイムにします。急に。質問タイムにします。なんか、質問があれば、コメント読みます。うん。よしよし。質問タイムですね、今。乳酸菌はね、最強ですよね。美味しい。うん。お酒なくて大丈夫。お酒は、そうですね。なんかね、最近自分家で、割と自分がやってるゲーム、やってる最中の、自分の声とゲーム画面を録画したりとかするんだけど、最近飲酒ゲームっていうのかな。そう、お酒飲んで、なんかゲームしてよ。お酒飲んでね、ロケットリーグ一人でやってた。それを撮ったんだけど、なんかこう、テンションの違いが出るのかどうかなーっていうのを検証したくって、撮ってましたね。うん。すごい。なんかいっぱい流れて、どうしよう。いっぱいいろんなものが、ちょっと私の方で見た方がいいか。私の方でちょっと見てみよう。バチャが、あ、ピルクル台ありがとうございます。バチャありがとうございます。うん。飲酒ゲーム見たい。ね、まあ、まゆにもね、ちょっとね、言ってるんですよ。まゆ飲酒ゲーム、一緒にやろうって。キーちゃんツーちゃんとのエペどうだった？楽しかったですよ。なんか全然ね、私本当に下手っちょだから、なんか本当なんか毎回ダメージ100も与えてないんじゃないっていうぐらい本当に何もしてなかったんだけど、うん。まあ、すごい嬉しい。ユリに泊まったり夜更かし楽しいな。ありがとうございます。私は基本的に夜中はね、起きてるタイプの人間なので今全然眠くないんですよ。本当にね、やばいよね。夜中ね。なんで青鬼にしたの？なんかね、それは、結構私、いろんなところでね、フォートナイト、まあ、一番好きなフォートナイトっていうゲームをさせていただいていて、だったら事務所でなんか好きなゲームやるとしたら、なんか好きなゲームやるっていうか、まあ好きなゲームってなるとフォートナイトになっちゃうんだけど、まあ、事務所に結構こう、なんだろう、やっぱゲーミング PC 的な、あれがね、結構いろいろこう難しいところがあって、そうそうそう。家でね、私がね、配信機材とかね、整ってればいいんだけど。あ、福丹さん、
食材ありがとうございます。パチありがとうございます。そうそうそう、そんな感じでね、今回青鬼にしたのはなんかこう、まあ、皆さんからもね結構いろんな別のゲーム実況も見てみたいですっていただいていたのもあって、なんかじゃあ何しよっかなって、本当はねマイクラとかねやりたかったんだけど、すごいゆったりなんか質問返しながらマイクラで生活しとこうかなって思ったんだけど、でもなんかこうね、やっぱ一人だとね企画的な部分もあり、青鬼はちょっとホラーが入ってるから一人でいけるんちゃうかなと思って青鬼にしました。そうです、青鬼にしました。うん、あウルトラレアさん、ユリナの帰省、ラブチ、ほのけふありがとうございます。いや、ほのか先輩もすごいよね。めちゃめちゃなんか長いことエーペックス、このスタダのね、公式チャンネルでやってたり。うん。すごい。ね、マイクラね、終わりがね、難しいからね、なんか、企画的な、なんか、決めればいいんだけどね、なんかダイヤモンドを作って、何々するまでとかさ。そう、マイクラ人数いた方がね、いろいろ企画が楽しめるからね、私はダイアログのメンバーにマイクラしてほしいなって思ってるんですけど、なかなかね、マイクラもね、PC でやった方が絶対楽な部分あるからね。うん。あ、一般モルツさん、青鬼楽しい、懐かしい、ありがとうございます。そして、カシューさん、ありがとうございます。ゲーム配信楽しい、ありがとうございます。ナイスパ、ナイスパいいね、ナイスパ。ナイスパよく見るわ、ゲーム実況の時に。ナイスパ。うん、すごい。ダイアログのマイクラ実況あれば絶対見る。ねえ、まあ、やりたいね。マイクラは誰の動画よく見ますか？ね、マインクラフト、私、一番最初に見たのが、日常組さん？なんか、4人グループの男性の方がやってるマインクラフトのゲームが、一回なんかおすすめかなんかに流れてきて、あ、マインクラフトねと思って、その人たちの動画をね一回見た時から、マイクラってめちゃめちゃいろんなことできるやんみたいな風に思って、うん、そっからねなんかいろいろねやりましたね。クーマさん、すき焼き貯金にありがとうございます。そう、日常組、ペイントくん、そう、ペイントくん、ペイントくん合ってる、大丈夫ね、ペイントくん、そうそうそう、そう、日常組からね急に見たんですよ。なぜかね、おすすめに流れてきた。なんでだったっけ？なんかでも、多分、なんだろう。私が見てた人が、アマンガースとかで、コラボしたのかな？なんかわかんないけど、急にね、そうそう、始まったんですよ。あ、待って、5分間休憩って言ったのに、めちゃめちゃ休憩してる？もしかして。美味しいもの食べてる。そう、そうですね。あ、全然全然。みんなもね、ゆっくりゆっくり見てください。うん。あ、エミリオさん。一旦休憩して偉い。100点。今日のシェフも可愛いよ。あ、待って、回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 って。うん。ダイアログ8人で協力する、系のゲーム見てみたい。そうですね。うん。めちゃめちゃ。ホラーゲーム実況。誰をよく見ますか？ホラーゲームはね、見たことないですね。うん。見たことあるのは、本当に夏川椎名さんのバイオくらい。そう、めちゃめちゃ面白いですよ。夏川椎名さんのバイオハザード。すごい面白かった。そのぐらいしかね、ホラーは見てないかも。あとでもたまにデッドバイデイライトを見るくらいかな。なんかアイデンティティ5をね、やってた時があってから、割とそれになんかこう、ドゥルンってなって見ちゃった感じかな。かなたさん、頑張って頑張って、ゆりの時代でありがとうございます。人生維持、ありがとうございます。うん。こんな感じですね。ねえ、そう、夏川さんの実況面白いよね。すっごい面白いですよ。うん。ダイアログでオーバークック2やったら、宮原さんうるさそうになりそうだわね。確かに。サッピはね、絶対うるさいと思う。なんで？とかなんか言ってそう。言ってそうですね。うん。あ、ヒューマンファ、なんだこれ。フラット。合ってるか？わかんない。あれね、このテクテク動くやつね。あれでも、サッピがやりたがってたな。そういえば。やろうよー。絶対人数いた方が楽しいよーって言っといたけど。あ、みかげさん、夜更かし頑張りましょう。毎回かわいい台です。ありがとうございます。
スパシャありがとうございます。うん。ゲーム実況、面白い。あ、そうだよね。もう本当面白い。ありがとうございます。フォールフラット。なんでワンチャンリオ言いそう。確かに。確かに言いそう。モンハン見てみたい。モンハンもね、いいですよね。うん。最近でもみんなでやってないな、モンハン。ということで。じゃあ、なんか急にね、こう、ごめん。めっちゃ静止画だったかも。画面がね。ごめんごめん。よしよし。デッドバー4人だし、ダイアログでやるにはちょうど良さそう。確かに。うん。デッドバーね、やりたいね。楽しいよね。でもちょっとね、グロテスクだから注意はね、苦手な人は苦手だからね、結構。うん。さあ、やりますか。結構、休憩長くなっちゃったかも。よしよし。ありがとうございます。なんかみんなありがとうございます。スペシャとか。あ、全然読めてないものがあったら。ごめんね、本当に。かなたさんも人生初スパチャクリア目指しましょう。ありがとうございます。よし、みんな一般モルツさん、青に楽しい、懐かしい、あ、読んだかな、大丈夫か、読んだか、カシアさん、あ、読んだ、読んでない人とかいない、大丈夫かな、後でまた見えるかな。お菓子買ってもらってありがとうございます。すごい難しいね。私こういうの初めてだからさ、一人で。本当に今一人だから。一人だからね。よしよしよし。ありがとうございます。エイペックスいかがですか？エイペックスね、もうちょっと強くなったらやりたいな。まだね、ほんと武器をね、全く覚えられてないから。そうそう。難しいですよね。ということで。さあ皆さん、私はこれからどうすればいいんでしょうか？あ、お帰りなさい。よしよし。私は何をすればいいんでしょうか。今ね、多分積んでるんですよね。あ、野島さんがまだいらっしゃる。ありがとうございます。うん。あ、ミライさん、残り半分頑張りましょう。私もミリナと復活するためにお菓子買ってきました。マジか。ありがとうございます。すごい。眠たくなったら全然寝てくださいね、皆さん。よし。ではでは、そうね、ダイアログチャンネルでもね、たくさんいろいろやりたいですね。やっぱね、メンバーみんなとね、協力ゲームとかね、私ときょんちゃんとか、マジ好きなんで、やりたいですね。うん。そう、私ときょんちゃんはね、メンバー同士で対決みたいな、あんまり好かないタイプなので、すごい、やりたい。協力して、わちゃわちゃしたいですね、みんなと。うん。はいはい。頭取れた人形見ましょう。なんか取れたっけ、頭。え？頭取れた人形？ちょっと待って待って。さっきのところ、あー、やばくない、うわー、いやー、抜けれた、今のやばい、神だったよ今、助かった、頭、人形部屋ね、オッケーオッケーオッケー、人形部屋ね、よし。私ときょんちゃんって平和組って呼ばれてるの。頭取れたってどこ？頭隣の部屋か。よし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 。神回避やばかったね、さっき。これか？頭取れてるね。頭取れた人形ってどうしたっけ？なんかさ、はめて、なんかして、あ、そうだ。はめて、なんか、文字出てきて、定期的にセーブしよう。休息も必要。ありがとうございます。そうだね。ありがとう。セーブ。これをやったんですよね。確か。何？三つの数字を入れて、確か赤い鍵をね、手に入れたところで終わってる。これかな。そう、これ手に入れたところで終わってるんですけど、どうですか？頭っぽいもの持ってない？持ってないね。電球ぐらいじゃない？頭っぽいもの。あとしおりとか？どこ行っちゃったんだろうね。なんか、どっか行ったね、頭。うん。どこがいいかな？よしよし。頭のところなんか刺さりそうだな。頭のところ？破片刺しとく？違うか。でもあの手を挙げてるやつがさ、何を表してるんだろうって感じなんだけど。
破片。電球つける？電球。あ、そっか。あの頭に電球つければいいんか。なるほどね。こいつね。こいつに、電球つけとく。え？つけれんの？やばい！つけれた！え、これ？何これ？大丈夫これ。やばいよ、え、これ。え？こういう使い方なの？電球。確かに頭と電球形似てるね。え？これでなんかなってるんですか？こいつおもろいんだよな、手が。やばい。ね、マジでつくと思わなかった。え、みんなついちゃったって。え？めっちゃシュール。そうだね。どうしよう。え、でも、え？光る？光る？光らなかったよね。あ、セーブしよう。オッケー。合ってるのか、これは。合ってる？本当につく？電気つけよう。え？ああ！うわ、もう最悪だ。うわあ。え、正解なの？あ、部屋の電気。してくれる？本当？待って待って。でもさ、あ、来ないよね。びっくり。こうか。え？何？伸びてない？なんか。影。あ、壁に違和感を感じますね。オッケー。こういう時は破片です。ふぇい。え？鍵？赤い鍵ではなんとかなりませんか？ダメだ。鍵かかってるって言われた。鍵かかってるって言われたよ。なるほど、手を上げてるからか。すごーい。あ、何もない。光ってんだよな、ちょっと。でも、鍵かかってる。ちょっと、セーブ。よし。あー！来たー。いや、今のはひどい！ひどいよ、今の！やば。オッケー。今のが来るって分かってたら多分もう怖くないです。オッケー。うわー、待っとけばよかったかもしれない。あ、いける。いけないよねー。はっはっ！よし。危なー。マジで危なすぎ。よし。オッケー。ね、落とし穴飛び越えてきたよね、あれね、さっきの人。オッケー。こういう、なんかちょっと変則的な行動もあるんですね。え？で、私は、鍵がないのだが、どうすればいいでしょうか。なんか変わってるとこないのかな？この部屋何もないよね。電球ゲットしたぐらいじゃない？なさそうでも何も。あとなんだろう。あれ、セーブしたっけ？セーブしたいね。あれ？してない？してない？セーブしてない？してない？一応しとこう。ちょっと怖いね。しとこう。別館上の階はほとんど終わりました。あら！あなた、何か持ってないかしら。え？私ですか？シライター、ドライバー、破片、しおり？いや、しおり見てもわかんないな。でもなんかさ、何しよう。とりあえずセーブしてよ。でも、地下行きますか？よし。開かない部屋ね、確かここなんだよね。そう。ここが、開かないんだよね。そうだ、これだ！数字がね、見てないんだよね、私。一回も。そう。ドアの謎解きをしよう。そうだよね。これ？え、しおり？
しおり燃やす？え、これしおりのさ、文字が数字になってるとかないのかな？え、見える？そういう風に。待って、なんか、9、9、4、9、4、3。ん？ 9、4、3。なんだろう、これ。9、4、3。わからん。ないか。え？そんなことないよね。4桁。え、ないか？こういうのじゃない？え？どこかで見た色。そうだよね。え、あの扉だよね。扉の色合いと一緒。あ、ま、数字なってるパターンか。3、3、3、9。お前、9なのかわかんないんだけど。ね、4色ありますね。待って、3、9。これなんだろう？青がね、わかんないや。3、9、なんだこれ。3、9、4。青なんだろう？ 0 とかにしとく？で、3、9、4、0。OK。3、9、あ、4、0。あ、ダメだ。え？左のキーこれだよね。3、9、4、0。あ、待って、ちょっと待って、プラスドライバー見れた。なんじゃこりゃー。よし、写真、ちょっと久しぶりに写真撮るね。いや、暗、見えな。ちょっと待ってよ。難しい。え、これさ、さっきのしおりを横にしてってやつじゃない？横にしてみたら、間違えた。なんだこりゃ。ちょっと待って、間違えた。あ、え？間違えてないの？あ、なんかはめちゃったよ。1、2、1、2、3、1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、7？ ん？ほんとに？ 1、2、3、7。はぁ！マジか。開いたー！セーブ！え、結構いけてるんじゃないですか？え、歩数とか測ってんのこれ。やばー！間違えた。オッケー。いやー！ノートペーだった！よー！何今の？え、どうやって逃げんのあれ？待って、でも、扉があるはずだから、挟まれるでしょ？オッケー。ここしかないよね。え、終わりじゃん。あ！冷蔵庫じゃなくてなんだっけあれ？ロッカーに入るんだ！オッケー、もう分かった。分かったら怖くない。よし。ふざけ！へぇ！オッケー。うわぁ、めっちゃどんどん言ってる。あ、ガチャガチャ言ってる。見に来てるよー。怖っ。よしよし。いい感じ。いい？出るよ。オッケー。ここは何もない。何もなさそうです。よし。こっちから出てきたから、あれ？何もないじゃん。おー、ビビる！拓郎じゃん！拓郎。あ、足くじいちゃった。大丈夫か？そうですか？さっきこれを見つけたんだ、持って行ってくれ。え、何に使うの？拓郎。いや、拓郎の場所からでもミカ出てこなかったかい今。とりあえずなんかこれでいいのかな。なんか、溶けてない謎ありましたっけ？他に。お酢もらったね。
死亡フラグじゃん。確かに。なんか、私と出会った人、次に死ぬ説あるよね、これね。ヒロシとさ、出会った。え、これ押すかけるとかじゃない？違うか。え、どうすればいいの？赤い鍵。え、あ、そんなことできるんだ。錆びてたの？ってことは？こっち。違うじゃねえか。なんだこりゃ。え、なんか、名前がついてる。なんて読むのこれ。か、か。なんて読むんだこれは。なんだこれ、こ、か、こ、なんたらかんたらの鍵。セーブしよう。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。格子戸？格子戸？格子戸？え、なんか開けてない場所ありました？違うね。え、どこだろう。ここ？あ、ここ開いた、開いたよね。そうだ、開いた。え、ここってもうないのかな？どこにも行けない。こっちもない。情け。拓郎がいるでしょ？ここがこうで。え、鍵を入手したところに何かあるかも。あの赤い鍵ですよね。どこで手に入れたっけあれ。待って。ああ。人形。そうだ、人形の頭取って、植え付けて、あ、でも、別館地下のお風呂の部屋をよく調べよう。風呂なんてあったっけな。やばい。記憶やばい。記憶。え、待って。え、風呂ってなんかこの辺こっちか。え、こっちか。これか。ん？何があるんだろう。あ！マジか。はいはい。お、なんかまた謎じゃない？いや、押さない。え、なんかあったっけこれ。色がついた。え、待って、なんか色がついたのあったっけ？色がついた扉。見てないよね。あの、さっきのやつしかないよね。適当に押す？え？適当に押す？どうしよう。これは？何ですか？これは、あ、椅子。適当に押してみるか。あ、とりあえずセーブ。そうだね。そうだそうだ。オッケー。セーブ。セーブして、じゃあ適当にボタン押します。何もならなかった。これは？ボタン押す。何もなってないね。押す。え、何もなってないよ。え？え？何これ？ボタンを押す、押さないは部屋を出てからね。オッケー、リセットされるんだ。え、でも私の今の判断材料的に、そうだよね。え、待って。とりあえず閉めて、今、青、赤、黄色ってやったから、赤、青、黄色。違うな。え、これ何パターンも試す。ちゃんと順番があるか。そっか、そうだよな。それそうだ。え、何も、え、なんだろう。何も変わってない。変わってない。え、そこは別のアイテムが必要。あ、なるほど。じゃあ私はもう、帰りますか。
やっぱまだあれなのかな。どこに行けばいいんだろう。たけし見に行く様子。たけしじゃない、誰だっけ、たくろ、たくろ見に行くか。アイテム、そうだよね、上の階にはもうアイテムもほとんどないんだよね。情けな、うわー、やばー、こっち来ちゃったー。小さく散りました今。やばーい、やばいよ。ちょっと待って、ここね、ここね。やばいなぁ。ね、よし。あ、こっち。あ、ん？でもこれは開いて。ね、めっちゃちっちゃく、あって言っちゃった。恥ずかしい。よし。ここにもない。あ、なんか知らない？こいつにもらったのがお酢でしょ？ああ、お酢以外のあれがないでしょ。たけしに会えたね、確かに。さっきのやつたけしだった。よく見ること大切。ちょっと雑なところがね、出ちゃうんですよね。オッケー。なんて、よく見る、よく見とくから。やばー、やばい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 。うわー、もう本当に無理。やばいやばいやばい。なんでついてくんの？オッケーオッケー。湧いた湧いた。よし。でも鬼が出てくるということは進んでるということ。ね、なんかそんな気はするよね。そんなことないのかな？何もない部屋なんて青鬼にあるわけないんだよな。なるほど。だいぶヒントですね、それは。ここはなんかがあったから。地下、いや地下じゃない、あそこか、拓郎がいたところの下のとこかな。そうだよね、何もない部屋なんてない。そうだよ、何か意味があるんだ。はい、あ、おい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 えい、あれ、なんかカーペットずれてね。あ、え？円盤？円盤？円盤？何使うんだこれ。なるほど。これがよく見ると大事か。ほえ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 。こういうことね。円盤ってでも何に使うんだ？何があったっけな。ここの謎を解いて、ダイアログのアルバム、ダイアログのアルバム、確かにダイアログのアルバム。ブーブーブー。よし。火をつけて投げる。もうみんなもう思考がそっちになっちゃってる。どうし、あ、そうだ、セーブね、セーブ、ありがとう。やばじやば、セーブのこと忘れちゃう。あとはないね。あとないよね。円盤持って下行く？円盤、ちょっと見てみる？あー、なるほど。赤、黄色、黄色、青、黄色、赤。ははは、赤。赤。黄色。黄色。青。青だよな。青。黄色。赤。あ、おー、やったー、金属の棒ゲットしました。はい、セーブ。セーブ、セーブ、セーブ。オッケー。で、
金属の棒をゲットして、あ、鍵の形だ。これ電球入れんじゃない？電球っぽくない？え、円盤？円盤だったわ全然電球じゃなかった。円盤ってそういう隠し扉ってことは、隠し扉があったのはあそこのちょっと面白い人形がいるとこよね。オッケー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 、よーし、あー、まったふぅオッケー、あぶねー、セーブしといてよかった。え、これセーブ、え、あ、組み合わせたっけ。あ、組み合わせてないか。オッケー、組み合わせてからセーブします。オッケーやばいやばい、よし、待って、あそこにあいつが現れることはなんとなく、お、いないいない、来ないよ。お、来ないよ。なるほど、来ない場合もあるんだ。オッケー、あれ、ここじゃないの隠し扉って。おい、どこだ。え、他に扉あったっけ。隠し扉、隠し扉、え、ん、隠し、地下、地下かな。え、地下しかない、隠し扉、隠し扉、ここ、え、隠し扉、え、鍵使う、あ、鍵を使う感じ、あ、そういうことか。自動で開けてくれたりはしないんだ。オッケーオッケーオッケー。そっか、そうだよな。よしよしよし。すごい、みんな、すごい優しい、教えてくれる。ありがとうございます。使ってみるね、じゃあ。よし。あれ、使えない。使えないだと？あららら。ら、なんか見落としているのかしら。怪しいところ？なんかあったっけ？怪しいところはあるよね。どこでしょう？なんと。どこじゃ？使えねえじゃん。使えないね。使えないよ。ギャーだー。あー。いや、なんで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 、とりあえず逃げろ。よし。館全体怪しいよ。地下の。別館地下。お。あ、説明書に別館地下って書いてある？ほんとじゃん。でもこの部屋って何もないよね。何もない部屋はないよね。よし。調べるか。なんか怪しいとことかないんかな。いや、でも、なさげじゃないか、この部屋は。どうなんだろう。ここが地下？よし。え、なんかあるかな？このひび割れですか？地下。え、どこだろう。このソファー動かせますか。ほい。いけないね。え、待って、どこかに不自然な部分あった？マジ？ある？ある？ここってでもないよな。どこだろう。不自然。え、どこ、どこかな、どこかな。いや、このカーペットの位置すごい気になる。もう一マス止まり、あ、でもそう、4マスだからこうなっちゃうのか。仕方ないな、それは。よし。いろいろ調べてみましょう。わかった。こ
これはもう触れないでしょ。ふんふんふん。オッケーオッケー。ここじゃないな。こっちのかな？こっちですか？こんばんはーで、こんばんはー。これ？これ？うわ、なんじゃここ。なんじゃここ。すごい。なんかマイクラでいうネザーみたいな場所に来ましたね。あ、え？出られるじゃん。え、終わり？クリアするかも。え？外見えたよ、今。たけしだっけ？たくろだ。たくろどっちだ？こっちか。あ、セーブ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 。あぶな、あぶな、あぶな。みんなありがとう、マジで。本当にありがとうございます。よし。待って。何？なんかセーブって言ってるの怖いな、みんながこんな。え、あ、いるいるいる。ねえねえねえ、ほら、行こうよ。本当かよ、ひろし。たくろが仲間になった。あ、仲間になるんだ。え、そういえばあのミカちゃんってさ、私が仲間に引き入れてたら死ななかった説とかあるのかな？ないかな。よーし、やったよ。ああやば。あ、タクロータクロやあ、ヒロシ、おいおい、いっちゃいっちゃい、あ、に、あああ、ああ、ああ、タクロウが食べられた。え、無理じゃん、無理じゃん、無理じゃん、まーやばい。ちょっと待って。あー。もうやばい。ちょっとやばいな。ね、待って、あれ結構追ってくるね。どうしよう。どうやって逃げればよかった。ごめん、ほんと、どうしよう。未来分かっていくの怖いな、タクロー。ほんとにごめんね。ねえ、どうしようかな。どうやって逃げればいいんだろう。牢屋か。牢屋に行けばいいかな。おー、気持ち悪い。気持ち悪いよ。タクロー行くぞ。ごめん、タクロー、マジでごめん。ごめん。あ、待って、牢屋行くって言ったのに。でもいいか、ここで回ればいいんか。うわー、間に合った。うわ。そっか、直前でセーブしましょう。確かに。毎回毎回、タクロ呼びに行かなきゃいけないや。うわぁ、ちょっと待って。いやぁ。ね、タクロのこと食べんの早いよね。ちょっと待って、直前ね。やばいなぁ。ここでセーブしとくね、じゃあ。セーブ。あ、すごい。一人増えた。よし。これやだなぁ。はしご食べてんのか。やば。なんかミミズ食ってるかと思ってた。やばい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 。あ、でもこれ一回さ、うぃー、ちょっ、一回こうして、さっきと同じルート行ってからの牢屋に行けば、割と時間が稼げるのでは。うわ、えい。牢屋どこだっけ。あ、音なくなった。大丈夫。よし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 。え、え、セーブしょ、セーブしょ。ちょっとタクロのやつ残しとこう。よしよし。やばい、どうしよう。戻ってもいいのかな、さっきのとこ。こっちか。どうしよう。あ、あ、何か落ちてる。裏口？裏口？
タクローのギャラです。ありがとうございます。さなげさん、スパチャありがとうございます。いや、待って。どうしよう。ね、そう、タクローが生きてた証拠としてね。こうして、裏口っていうのは、裏口じゃない。裏口っていうのはこれ？これ？あ、来た！来た！え、外じゃん！え、なんか、で外？これ外だよね。めっちゃ雨降ってるけど、なんか大丈夫？違和感のものとかないかな。大丈夫？私大丈夫かな。ここ大丈夫？いや、なんでこんな柵、出れないよ。どこ？開かない。まだ終わってないの？これセーブ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 。 OK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 。ああ、うん？あ、絨毯か、これ。え？何何？今どのぐらい？もう結構8割方終わってるんじゃないかなって思うんだけど。あ、なんか違和感です。穴の中は赤くてよく見えない。降りるのは危険ですね。なるほど。確かに。あ、なんか教会っぽい。タクロー生き返るんじゃない？タクロー生き返るんだから。一回ね、お祈りとかできない？これ。できないか？ほぼラスト？もうラスト？お、ラスト？ラスト？マジ？やばい、スタッフさんが喜んじゃう。ラストって言ったら。マネージャーさんが喜んじゃう。もうすごい、もう一時？やばいね、やばい。ごめんね、こんなに長く。どうしよう。椅子にボタンがある。押しました。あ、順番ある系？もしかして。うわぁ。やっちゃった。とりあえず全部押すか。内山さんのプレイスキルによります。あ、なに？なんか、結構、スキルがいる戦いが待っているんですか？この後は。ちょっと待って。でもこの部屋さ、何もないわけないよね。なんか違和感があるはずなんだ。何が違和感なんだ？でもさっき調べたらなかったしな。壁がまずもうぐちゃぐちゃすぎて。よし。あ、開けてないよね。開けたっけ？開けたわ。ここも部屋出るとリセット。あ、さっきのとこね。あ、2階あるか。2階行ってない。よし。あ、なんか日記っぽいのありますね。見れないよ。見れないんかい。やばっ！セーブしてたよね。よかった。これどうすんの？あれ、穴から出てきたらさ。待って。はい、はい。わー、わかんな。うわー。ごめんなさい！ごめんなさい！もうやばい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 。ああ。ここなんかセーブしたっけですよ。でもこここうだよね。炭素あった？嘘。これか。ここ炭素。待って、この部屋に炭素あった？ないよね。いけいけ。あ、キリュウさん、スタッフさんにコーヒーでも、ありがとうございます。ありがとうございます。待って待って。粉をぐちゃぐちゃになって、あ、ここすごい違和感じゃないですか？よーし。来たよ。破片。ウェイ。ん？え？あ、なんかすごい瞬間移動。あ、シムリーさん定期的にセーブしてありがとうございます。え？やばいやばい。なんか音する。怖っ。え？怖っ。何？今の何？オッケー。危ない！今出ようとしちゃった！大丈夫？うわぁ！何？落書き？やばいよ。あ、間違えた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 。ちょっと待って、間違えた。やめちゃ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 。
よしよしよし。オッケーオッケー。え？やばくない？どうしよう、なにこれ。こんなことしちゃって。え？この部屋だけ？うわー、怒ってるんじゃない？逃げるから。ちょっと待って。ないよ、大丈夫だよね。ないね、ないね。オッケー。何もなさそう。サイコロ手に入れたんだけど、なんか使うのかな？ただのサイコロだって。なるほど。怖っ。鍵。こいつね。え、来る？いや、早い！待って、早いよ！やばくない、やばくない。え、待って。ロッカーってどこにあったっけ？ここにロッカーあるな。こっちに逃げてきた方がいいのかな？よし、そうしよう。よし。間に合え。あ、入れないじゃん。入れない。危な、危な。確認してなかった。入れないやん、これ。オッケー。嫌だー。早いって、足が。あっ、終わったもうやおー、え、そういえば、え、セーブしたっけ？あ、セーブ、あ、したか、したか、したね、入れなかった。そうだそうだ、出てくるんだ、危ない。オッケーオッケー。え、それ、そうだそうだ、さっきさ、青に出てきた時にさ、穴開いたよね。ピアノの部屋じゃないここ。オッケーオッケーオッケー。よし。あー、怖っ。びっくり。ビビるね、これ。なにこれ。お、写真の出番ですね。久しぶりに。ほい。なにこれな、クラゲ？クラゲが逆さに書いてありますか？なんだこれ。わかんないけど。とりあえず、セーブセーブね。セーブセーブ。よし。とりあえず落ちてみますか？お、お、なんか。あ、サイコロ。何？これ、6。あ、埋めればいいのかな？当てはめますか？ほい。あ、なんか変わった。え、なんだろう。なんかでも暗号解くとこまだ見つけてないよね。不思議なとこに椅子があるな。まあ、いっか。え、こっちか。鍵を開けた。おー。ここさっき来たとこだもんね。オッケーオッケー。あー、で、ここが教会のところで、6桁。なるほど。順番か。OK。じゃあ、こいつを押して、こいつを押して、で、一番下これか？これを押して、これを押して、今何回目だっけ？あ、ここだったからこうか。え、これ逆っぽくあるかな？で、最後これ？おー！やばいやばいやばい！冴えてるよ！オッケーオッケー。何ここ？あ、武器あるじゃん。武器じゃないか、これ。なんか盾とかないよ、俺盾じゃない。欲しい。いいか。あ、ポンちゃんさん。叫び、次のユニアへの喉ケア。喉飴を、ありがとうございます。すばちゃん、ありがとうございます。なんか、みんな、すごい、ありがとう。なんか、いろいろ、ありがとうございます。あ、セーブ、ほんとだ、やば。
すぐ忘れちゃった。ここね、結構扉いっぱいあるね。あ、ロープじゃん。これ、ロープじゃない。はしご、いいじゃん。これで逃げよう逃げようも。え、ちなみにさっきのマークとかってなんか、え、これ見といた方がいいのかな。なんか、うわ、やってんな、これは。オッケー。なるほどね。やば、見落とすとこだった。オッケー、オッケー。はい、はい。はい、写真、写真だ。よし。オッケー、オッケー、オッケー。あー。ナイスセーブって言葉ができてんの。面白い面白い、やばいやばい。え、あ、暗いのか。久しぶりにライター使いますね。苦手なんだよなライター、怖いよ。え、何があるのかな。なんか長いね道のり。あ、あるじゃん。 OK、 もうセーブするから。よし。え、なんか広くない。え、開いてない、開いてないよね。開かないよ。開かない。嘘だ。全部鍵かかってる。オッケーオッケーオッケー。よし。よいしょよいしょ。あー、なに、キュ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 。え、でどうするんだ。なんか謎があったっけ。でもまだとりあえず地下だよね。さっき青鬼が出てきたってことは地下、地下。ここの部屋入って出てきたっけ。そうだね、こっちの部屋から来たんか。わお、待てだ。何ですかこれは。あ、おいし。ふぅ。これはなんだ。お、絵になってんの。そっか、そういうことか。絵になってんですね。ほい、今度は青。青くなりましたね。色合いか。あ、え、あ、取れた。ピース。これは？何もない。何もない。オッケー。え？え？戻す。あ、取ったら開かないの？なるほど。びっくりした。閉じ込められたかと思った。もしかしてここは開いてないですか？はぁーってことは、でもさっきのピース取るとあそこ開かなくなるから、ピース2つ欲しいってことか？な？そうなの？え？どっかにないかな？ないよね。セーブしよう！え？あれってさ、でも取っちゃうと出れなくなるよね。あ、一応しとくか。別の方法で部屋を出なきゃ。違う、やっぱこのピースが脱出に必要なアイテム。ああ、なるほど。え、ピースは1個しかないパターンかなってことは。そういうこと？まだね、行ってない部屋とかありそうな気がするんだよね。そんなことない。あっ、ここに来るんだ。え、ってことは、はしごを垂らせばよくない？ダメかな？はしご。9割のコメンターセーブ。え、いけたじゃん！おーし、よしよし。よし。オッケー。
ッケーオッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、なんか来てるよー、え、これちょっと一回上に逃げるわ、開かない、まだピース立ったじゃんやばい、おあやめてください、やめてください、やめてわあいやー待って、セーブしたっけ、どこ、ここしてないよな、そうですよね、オッケーですあやばいよ、あ、間違えたはあ、待ってね、ここでちょっと落ちちゃう、一生きり、はしごをかけて、え、あいつどこで出てきたっけ、上に逃げて、上に逃げたら横にいたのか、いや違う、 あそこ入ったら来たから、うん、むず、来ない、大丈夫、あれ来ない、あれいないじゃん、よしよしよし、え、いけたよね、開いた？え、開かないんだけど。うん？え、え、返してください。え、ここ？ここ？あ、タルトさん、ユリネはやっぱり天然です。ユリネでした。ありがとうございます。え、これ何？取れなくなっちゃった、もう。ピース終わり？これ。セーブしてから考えましょう。あ、じゃあ、いいんだ。このままで。OK。もうピースいいの、これ。なんか別のさ、ところにもさ、額縁あったよね。全部埋めるに決まってるじゃない。あ、そうなのね。これとりあえずこいつ取ったから。こうして。ここはでももうなさそうだな。あと行ってない部屋。あ、この、あれ、あ、あ、くしゃ、開いた音かと思った。鍵がかかっている、開かない、開かないですね。牢屋。牢屋開かなくて、これ気になるんだよな。私が今持ってるアイテムは、まあ、いつも通りですね。いつも通りのアイテム持ってて、うん、どこじゃ、どこだろう、上とかってなんかあったかな、あ、そうそう、ここの額縁も確か何もなかったんだよね、何これ、なんか布団さ、なんか誰か寝た後みたいななってる、こんな感じだったっけ？って。そんな感じか？まあ、いっか。よし。ここも鍵かかってんだ。あーれ？これは動かせない。え、動かせないですね。え？あ、青鬼さんがヒントをまた。あなた、何か牢屋の間を通せるものなかったかしら？ありましたっけありましたっけ、ロングボウの存在忘れてません、ロングボウなんて持ってたっけ、え、なんか拾ったよね、でもあれあれ、え、まだ調べてないとこある？ここ調べ、あー、やばい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 、あ
まずいよ。まずいよ。もう、まずいよ。あ待って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 。ちょっと考えよう考えよう。待って待って。待ってよ。どこここ。あ、そうだ。うちに入れて、セーブして。もうって何なんだなんだなんだ番号って。で、いけんのってよ。とりあえず、あるものを使ってみるか。よし。ライター、ライター使えない。ドライバー使えない。あれダメだ。これでもロンガモってなんだ？なんか手に入れたっけ？待って、冷静に考えよう、冷静に。ちょっと待ってよ。なんかしたっけな。これ取れればいいのに。ダメなんだもんね。マイナスドライバー。マイナスドライバー試してみる？とかやってないか。よし。マイナスドライバーを、やって、あ、ダメ。ダメだ。どこに行くのかしら。待ってよ。もうここね、なかなか調べてないんですよね、まだ。そういえば。ボタンを押しただけなんだけど。これとも、特に何もなさげ。かな。あれ？ないよね。あ、そうだよね。ないね。なさ、え？祭壇に捧げよ。すごいなんか、こと、コメント違う人なんだけど、繋がってるように見える。え？祈り？祈りとは？これ邪魔ないよ、こいつ。動かせないよ。やばいやばいやばい。え？私座れないのかな？どっかに座れるとか？あーもうちょっと待って何？むずいよ。祭壇に何かするの？ちょっと待って、でもね、祭壇？この辺をなんか調べてみては。そうだよね。ここだよね。え？なんかおかしなとこある？そんなに見当たらないんだよな、おかしいところ。これ？あ！なんかあるじゃん！待って、この棒何？この棒何に使うの？待って。待って。これであれ取る？取れる？取れるかな？来たわ。書斎ってことは、地下に書斎はない気がするから、上ですか？確か、鍵、かかってるとこあったよね。ここだっけ？違うわ。なんかここ。上か？あ、待って、セーブ。そうだ。忘れた。よし。やばい。オッケー。ここじゃない？よーし、来た。はい。ピースありそうだな、なんかここ。ある気がする。とりあえずね、これを触って。で、何もない。何？あ、移動できるの？ここも椅子。ちょっとじゃああっちに行ってもらって。押せないな、これも。ほい、押せない。これは？あ、なに？お。プラスドライバーです。
あ、間違えた。あれ？今どっちだ？あ、これか。え、終わり？とりあえずセーブしよう。よし。オッケー。あ、なんか割れ、あ、猫。なにこれ！いやー！虫歯みたいなやつ、やばいやばい、早い早い、早い、ええー、無理だじゃん、逃げられない、こいつ逃げられない、あー捕まったのかよマジなんで、ちょっとあおりさん、私の私を友達を紹介するね、ハンテン君じゃなくて、ハンペンことフワッティ、フワッティなの、フワッティ、ありがとうございます、そうじゃん。やばいやばい。どうしよう。マジか。え、ね、猫を追いかけた方がいいかな、あ、出てこないじゃん。うわー、来たー。え、でもさ、さっきの私のさ、ピアノのローテーションがね、通用しなかったんですよ、この人。あ、今、額縁にピースあったな。うわぁ！よかったよかった。入っとこ入っとこ一応。危なぁ。危ない危ない危ない。よし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 。あぁ。よし。オッケー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 。いないね。え、私どっから来たっけ、上だよね。上だよね、上だよね。あれ、ここだっけ、違う。あ、そうだ。これをすれば、拾おうと思ったんだ。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー、セーブセーブセーブ。よし。あー、待って。これは？これは何？あ、特に何も拾えやつ。ってことは、椅子を動かして、なんか数字って見つけたっけ？うん、見つけてないよね。見つけてない気がするな。見つけてないね。ってことは、後回し。セーブ。一応セーブ。よし。あー！よし。ここが、あー、あの部屋ね。オッケーオッケーオッケー。よし。待って、でもピースが見つかったってことは、これじゃないもんね。そうだよね。ヒントはあった？え？嘘。え、もしかして何？カーテンに書かれてたやつ？あれヒントなの？数字？あ、え？そういうこと？待って、この画数っていうか角の数？三角三つ、丸ゼロ、四角四つ。これが五。はあ！地下室の鍵を手に入れた。やったー！いいじゃん。え、めちゃめちゃいい感じじゃない？今。よし、冴えてますね。いい感じ。やっぱなんか夜はね、夜はいいよね。夜はいいよねとか言って。よし、やったー。いい感じだよ。地下室ってことは、あ、ここってピースつけちゃえばいいんじゃないのと思ったけど、ピース別のとこに使うっぽい気がするからやめとこう。よし、いい調子。で、地下牢、こっちの話か。あ、オッケーオッケー。気持ち悪いやばい、何これ。
え、待って、額縁じゃん、あれ一番下取りに行かなきゃいけないの、こんなんか。これもしかしてさ、プレイ次第みたいなやつ。本当？そろそろセーブします？セーブしよっか。え、入ればいいの？え、これさ、おー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 、ちょっと、あーなに今の、やば、取ったらすぐドアまで逃げないと。金毛って言ってる人いる。今一回外出ましょう。今さ、開かなかったよね、扉。ああ、開いてる開いてる開いてる。え？どうしようどうしよう、どうすればいいの？一回あいつらが出てきたら鍵が閉まっちゃうんだね。え？トーチさん、今日一の帰省助かる。ありがとうございます、パちゃん。待って待って。待って、これどうするんだろうね。戻ろう。戻ろう。戻ろう。え、どうすればいいの？え、とりあえず行く？あ、でも、あいつ来るんだ。やめてー！え？あ？え？これ、どうなってんの？やばい、めっちゃ心臓の音聞こえる。これ、撮った瞬間さ。え？え？危ないところだって、お前こう、え？え？待って、え？拓郎ってさ。え？待って、拓郎、私と一緒に、何、逃げようとしたやつ？一人でね、危険、ここは一緒に行動しないか？そうですね。え？どういうこと？え？待って待って。え？あれ？タクロって食べられたんじゃないの？あ、でも、あれかな？タクロさ、食べられそうになったけどさ、青に来るの早かったから、ワンチャン、逃げたのかな？そんなことある？ね、そう、拓郎セーブ画面に閉じ込めたはずなんですよね。なんか、島さんじゃん。野島さん見てくれてる。待って、なんか、心臓の音聞こえる。気のせい？とりあえずピースはめに行く？もう揃うっしょ。OK。なんで！ちょっと待って、なんで、なんで、今メニュー画面が、メニュー画面がやばかった！あ、無理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 。あ、無理。タクロー、タクロー、タクロー、タクロが、タクロが、ああ、いけん、なんてた！タクロー、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 どうしよう、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 どうすればいい、どうすればいい、どうすればいいの。あ、オッケーオッケー。ああ、心臓に悪い。あ、オッケー。揃うじゃん。あ、逃げれる。逃げれる。え、全然、全然そんなことなさそう。終わり？あの化け物の正体何だったのか、私には分からない。タクロウたちは今も行方不明のままだ。終わり？誰これ？豚？
これ何終わり、あ、怖そう、あ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 、なになに、うわあー、あ、一般マルチさん、通知がお疲れ様でした。ありがとうございます。え、クリアしたじゃん、やったー、クリア、クリア、だいたい何時間、3時間ぐらい、え、何時間ぐらい、次なる犠牲者が、そっか、あ、青鬼の視界なんですか、あれは。もしかして、なんかこの、何、緑っぽくなってたの、なんか人の体温を見ているような。あ、クリア時間、2時間17分25秒。おお。主人公の名前をタイマーにすると。で、終わっちゃった。え？なんかありますか？かなたさん、クリア記念、お疲れ様でした。ありがとうございます。え？主人公の名前って何だっけ、まず。ヒロシ。ヒロシってタイマーにするとどうなんだ？タイマーってなんだ？タイマー？ヒロシ、タイマー？あ、リンさん、犠牲助かった、支えなどりだ、ありがとうございます。ヘイズさん、ユニアクリア、おめでとうございます。ナイスファイトでした、ありがとうございます。え、なんか書いてあったよね、ヒロシタイマーにすると、みたいな。タイマー？タイマーってなんだ？あー、やる気元気、ショキさんも、ジジありがとうございます。あ、すごい、いっぱいいっぱい来てる。ありがとうございます。当のカヌタさん、お疲れ様でした。キセムたくさん聞けて楽しかったです。ありがとうございます。あ、カシュウさん、初めてのソロ配信楽しかったです。また次回も楽しみにしてます。ありがとうございます。エミリアさん、クリアメイト、ユリナの規制配信、素晴らしい。ありがとうございます。みつゆさん、クリアおめでとうございます。ありがとうございます。おにぎりさん、お疲れ様でした。自分も初青鬼でしたが、楽しかったです。ありがとうございます。どこだ、どこまで読んだっけ、あ、これスイヤさんでいいのかな、うん、あさりさん、あさりさん、クリアおめでとうございます。長時間のゲーム配信楽しかったです。次回の配信も楽しみにしてます。ありがとうございます。これスイヤさんでいいのかな、クリアおめでとうございます。長時間お疲れ様でした。ありがとうございます。キリュウさん、クリアおめでとうございます。ありがとうございます。あ、あおりさん、またのご来館お待ちしております。ありがとうございます。ミライさん、クリアおめでとうございます。ユリナの規制がバリエーション豊かで本当に楽しかったです。次のゲーム配信も待ってます。ありがとうございます。シムニーさん、何回セーブとコメントしたか。おじず、ズームより短くてよかったです。お疲れ様でした。ありがとうございます。ミナミさん、クリアおめでとうございます。ありがとうございます。うん。次、バナゲさん、お疲れ様でした。楽しいおふかしでした。次を楽しみにします。ありがとうございます。次、あずもんさん、喉のケアとスタッフさんねぎらいにありがとうございます。次が、なはべさん、遅くまでお疲れ様でした。明日のフラフラも頑張ってください。ありがとうございます。タルトさん、ゆりにはスタッフさん長時間お疲れ様でした。今日もお仕事頑張ります。ありがとうございます。くーまさん、クリアおめでとうございます。ゆっくり休んでください。ありがとうございます。いなごミルクさん、クリアおめでとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。片桐総さん、ありがとうございます。クリアおめでとうございます。長時間お疲れ様でした。そして帰省ありがとうございます。ありがとうございます。ひまねぎさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。さかみんさん、帰省助かりました。長時間お疲れ様でした。ありがとうございます。ガルボさん、クリアおめでとうございます。いい悲鳴でした。ありがとうございます。これ何人間って読むんですか？なんて読むんだろう、これ。螺旋人間。ガセン人間さん、ありがとうございます。海底さん、配信お疲れ様でした。また一人配信楽しみにしてます。ありがとうございます。ひづきさん、クリアおめでとうございます。フラフラもあるのでゆっくり休んでくださいね。ありがとうございます。さなぎさん、いいセーブでした。ありがとうございます。としさん、クリアおめでとうございます。規制が可愛くて楽しく見れました。ありがとうございます。ナルドさん、お疲れ様でした。楽しかったです。ありがとうございます。みやびんさん、クリアおめでとう。めちゃめちゃ楽しかったです。ありがとうございます。ぎゅんさん、お疲れ様でした。規制助かりました。ありがとうございます。ダイアローグオフィシャル、あ、ダイアログ、のじまさんじゃん。ありがとうございます。のじまさん、ありがとうございます。のじまさん、
朝早いのにありがとうございました。あ、ブレンディさん、帰省たくさんありがとうございました。ありがとうございます。こちろうさん、クリアおめでとうございます。ナイス帰省、ナイス帰省、ありがとうございます。ナイス帰省になったなナイス帰省、うん、ありがとうございます。ミスター508さん、ありがとうございます。ナイスセーブ、ありがとうございます。スイヤさん、スイヤさんかな。あ、どこ行っちゃった。あ、どこ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 だどこだ。スイヤさん、あ、行ってた。帰省おめで、面白かったです。フラフラも現地楽しみしてます。あ、これでミヤと呼びます。ミヤさんだ、そうだ、ありがとうございます。クロさん、クリアおめでとう、お疲れ様。今度キョンチと一緒にホラーゲーしましょう。ありがとうございます。ソライロン、違う、海、空色じゃない。海色の空さん、ありがとうございます。楽しそうに帰省走ってて可愛かったです。ありがとうございます。わー、すごい。いっぱいありがとう。すごい嬉しい。あ、2回ありがとうございます。すごい。海色の空さん、ありがとうございます。すごい。大丈夫かな？読めたかな？みんな。ちょっと前のやつとかさ、上の方そうですよね。ちょっと読めなかったところがあるかもしれない。いろいろとこう、あ、一緒一緒。クタンさん、ナイスセールした時間も楽しみにしてます。ありがとうございます。みかげんさん、お疲れ様でした。またユニアの配信があった時は絶対見ますということで、ありがとうございます。最初の方とかね、送ってきてくれた方いると、あ、やる気元気、ショーケースさん、じいじ、ありがとうございます。うん、すごい、配信前からもね、すごい、スパチャを送ってくださった方とかもあってありがとうございます。すごい嬉しい。みかげんさん、福田さん、やる気に気をつけてありがとうございます。すごい。いやー、私タイマーにするとってやつがすごい気になってるんですけど、ひろしをタイマーにすると何？なんかタイマーにするってどういうことなんですか？タイマーにする、タイマーにするとは、タイマーにするとは、どうやってやるんですか、それは。ニューゲーム？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 あ、ニューゲーム、あ、これで？ちょっと待って。ニューゲーム、これか。ヒロシ。あ、このヒロシの名前をタイマーにするの？ちょっと待って、私、変えれないんだ、そういえばこれ。私、変え方がわかんないのよ。タイマー、ヒロシタイマー、ヒロシタイマーになっちゃう。どうしよう。待って。あ、土屋さんもおめでとうってツイートしまして、ありがとう、土屋ちゃん。見てくれてたの？ありがとう。バックスペース。押せないな。どうしよう。なんかこれがさ、そもそも上に行ってくれない？どうなっているのじゃ。待って。BS。BS ってなんじゃ？なんじゃなんじゃ？あ、これでブラックスペースだよね。ブラックスペース。X で消せるはず。ほんと？ X。なんかさ、なんか文字出てきたけど。ね、これ大丈夫？大丈夫？大丈夫のやつかな？大丈夫？半角？あ、半角を押してからか。ねえ。これ何？消せばいい？あ、オッケー。タイマーね。オッケー、タイマー。タイマーにしたよ。ああ、導入は一緒だね。え待って、ヒロシのままだよ、名前。私タイマーにしたよね。あれ待って。懐かしいメンツ、確かに。ヒロシのままだ。なんだ、どういうこと。
え、待って、どういうこと、どういうこと、なに、なに、え、合ってる、合ってる、合ってるの、あ、え、そういう仕様、裏コードなので名前はヒロシですね。え、ってことは何？タイマーっていう名前にしてもヒロシになっちゃうってこと？そういうこと？そういうことですか？え？タイマーね、これ何が起こるの？青に出るところまで、何をどうしたっけ、何にも、あ、見かけて開かないってなって、こっちも開かないってなって、青鬼に会うと分かるんだ、オッケーオッケー、一回でしたっけ、あれ、あ、出てこない、どこであったっけな、右、わかりました、右、え、やばい、記憶ないよ、え、どこだ、どこだ、あ、でもドクドク言ってた今、図書室でファーストコンタクト、めっちゃドキドキいってるここは。そうだ、椅子だ、ここね、え、ここをゲットして図書室に行くんだ、オッケーオッケー、図書室がここの、ここでしょ、はい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 、で、なんかここのこれをゲットして来るんだよね、え、あ、なんかタイマー乗ってる、たけし無視たけしえ、あ、青鬼から逃げるための時間が、青鬼が消えるまでの時間が表示されるようになる、なるほどね、ちょっと楽になるんだはい、ということで青鬼クリアー、ありがとうございました。いやー、よかったね。これでも、初期なんですよね。これなんか、次回作とかあったりするのかしら。それともなんか、このゲームやってほしいですみたいなのがあるならば、なんか、やってみようかな、なんて思ったり。うん。あー、美味しいね。クリアおめでとうございます。ありがとうございます。やったー！クリアできたー！よーし。あー、よかったよかった。ゼロになるまで逃げればいいのか。そうだね。さっきのはそういうことだったのかな。うん。裏技とかもいろいろあるんですね。青鬼は3までありますよーっていうことで。なるほど。次は10。倍速青鬼ね。倍速か、今の軽めの方だったんだよね、うわー、でもなかなかあれですね、びっくり、なんかもう楽しかったねホラゲーなら魔女の家とかやってほしい、魔女の家、魔女の家ってどういうやつだ、ホラゲーね、魔女の家、ほい、あー、はい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 、見たことしかないけど内容とかは全然、怖そう、すごい怖そうだよ、
うん。どうだろうね。うん。どれですか？平和なやつしませんか？平和なやつしますか？ゲームのリクエスト、コメント残せばいいですか？僕夏平和すぎる。コメント全然残してもらっても大丈夫です。私ちゃんと メモしとくので。ぜひぜひ。平和のやつね。のじぴーがのび太のバイオハザードをご所望でしたよ。のび太バイオ。そんなのあるんですか？全然。ホラーは全然詳しくないですよね。おばあちゃんが追ってくるやつもある。夢日記なんだろう。夢日記。僕夏。僕夏。ゴーホーム。ゴーホーム。ゴーホーム。バイオね。バイオ。平和なやつね。平和なやつ。テトリスか。テトリス。どうもりやりましょう。どうもりね。どうもりか。どうもりモンハンね。モンハン。なるほどね。ドラクエ。ファイナルソード、ドラクエ。え？オートマシェフ。オートマシェフ。すごい、いっぱい。ぷよぷよね。ぷよぷよ好きだよ、私結構。うまくないけど。マリオカート良くないですか？マリオカート。あ、でもマリオカート難しいかな。マリオカート、え？あ、マリちゃんありがとう、マリちゃん。嬉しい。ロケットリーグもね、楽しいよね。ロケットリーグ。私が飲酒でロケットリーグしたやつ。動画あるんですよ、家に。どうだろう。なんか私が見ると、割と普通のテンションなのかなって思うんだけど、人が見るとどう思うんだろう。わかんないよ。ダークソウルね。いいね。ダークソウル。マリオパーティーいいな。マリオパーティー。マリパもいいね。そうなんですよね。配信。あ、ほんとだ。リングフィットある。え、リングフィットね。それかなんかね、一応なんかいろいろね、こう、なんかあるからね、こう配信できるかできないかみたいな。リングフィットしてる内山を映す配信ならできる。需要ないですよ、その、こんな、ムキムキになった姿。やばい。そうなんですよね。配信のあれが難しいからね。そう。ダクソはね、経験はないですね。一回気になって調べたことはあるんですけど。うん。ね、任天堂さんのゲームやりたいけどね。なんだろう。あと何があるかな？何がいいんだろう？最近はでも、ほら、デトロイトがちょっと安くなってて、私が、やってみたいなと思ってたやつだったから買って、最初の方の多分チュートリアルっぽいところの部分をね、進めたら、もう心がえぐられてしまって、開けないっていう。心えぐられましたね、あれは。うん。スプラトゥーン、だ、任天堂さんはね。皆さんに、ね、フォールガイズね。フォールガイズは、やってますね、一応。フォールガイズ。あれもね、と、お酒飲んだ状態でやるとさ、テンションが多分すごいことになるからおもろい気がするけど。レイトンやってほしい。レイトンいいね。レイトンね。謎解きの。やつね、デトロイトね、本当にね、心がね、えぐられちゃうんですよ。辛かったなぁ、本当に。一番最初の、多分ね、チュートリアルみたいなとこしかやってないんだけど、すごい辛かったですね、あれはね。うん。あ、Life is Strange ね、やりたいけどね、どうなんだろう。どうかな。ゆりね、お酒飲むの。お酒はね、いや、そんな飲まないですね。なんだろう。まゆゆんとか、と飲んだことはあるけど、一人でガバガバ飲んだりしない？なんかなんだろう、未だにちょっと酔ってる感覚が分かってないですよね。あ、タルトさん、イブやってほしいな。イブね、イブ。書いとこう。イブ。他は？
マリオメーカー。テイルズやってほしい。テイルズね。弾丸論破。弾丸論破も。弾丸論破はでもやったな。やったことあるから、分かっちゃうかもしれないな。あとはオーバークック。PC ゲームでいきましょう。そうですね。PC ゲームの方が、割といいのかな。スマブラね。スマブラな。残機ゼロ。残機ゼロはね、やったことありますね。あと、ウィースポーツ。ペルソナか。そう、なんかシリーズものね、なかなか手出せないんですよね。こう、サッピとかにも、なんだっけあれ、キングダムハーツを勧められたんですけど、なかなかこう、シリーズものだとね、結構、なんかあれなんですよね。弾丸論破とか一章までしか配信しちゃダメなんだ。そうなんですよね。配信ってルールあるからね、一応。なかなかね。あ、モコちゃん、確かにモコちゃんとなんかゲームやりたいかも。私、同期に、スタダの同期で、達沢桃子ちゃんっていう子がいるんですけど、割とね、昔一緒にユニット組んでたりとか、結構仲が良い子なんだけど、彼女もね、すごい反応がバカ面白いから声がでかくてうるさいからすごい面白い子なんですけど、もこちゃんと一緒にやるのはない。もこちゃんってゲームやるんですかね。でも一緒にアイデンティティファイバーやってました、一緒に確かにアプリゲーム多いかも。石の上にもサンダーボルトさん、遅くなりましたけどお疲れ様でした。のスパチャありがとうございます。嬉しいね。そうだね、ラジオもね、やりたいですね。やりたい。ラジオ、そう、忘れ去られそう、もう、大丈夫かな。え？野島さん？野島さんがフリーターでメモってる？あと、なんだろう、なんか、一緒に、爆弾解除ゲーム。何それ？爆弾解除ゲームなんてあるんですか？そうだね、もこちゃん今舞台、大人小学生さんの舞台の稽古中なのかな、今ね。おとしょうさんの。爆弾解除ゲーム。これ何ですか？なんかのイベントで使ったやつなんです。多分なんか、あれじゃないですか？ PC ゲームとかであったり。やつじゃないですか。スチームから100円くらいのやつを適当に遊ぶ大丈夫かな、つっちゃんもフリットしてるって。あ、そうなの、嬉しい。よく起きてるなスイッチのやつ。あ、でもいいよね。結構私割とさ、こう結構実況者さん、見てる実況者さんが結構偏ってるから、割と同じようなゲームしか目についてないんだけど、もっといろんな人見るとね、いろんなゲームとかほんとやってるから、あれですよね。何それ、なんだろう、巨迫の夢合ってるのかな。で、ゲームが好き。おー、クレーンゲーム。とりあえず許可取るのめんどくさそう。その許可がね、あるから、そう。ね、だから、任天堂さんはちょっとね、厳しい時がね、あるんですよね。はい。ということで、こんな感じですかね。あと1分ぐらいある。あと1分なんか喋ろう。アンダーテールみたい。乙女ゲーとか興味ないですか？アンダーゲーム、乙女ゲー。乙女ゲームか。乙女ゲームやってるとこ見て、どう思いますかどうなんですか、乙女ゲームって。あ、アスカ先輩が8時間くらいやってる。面白い。そっか、乙女ゲーム。ポケモンバトルしよう。はい。アンテ長くない？アンテね。乙女ゲーム実況気になる。乙女ゲーっていうのは何？この女の子が一人のやつ？男の子を攻略するやつですか？それとも女の子を攻略するやつ？女の子を攻略するやつ。あれ？乙女ゲーって男の子を攻略するやつですか？
そっか、やかんちゃんにおすすめ聞こえよ。確かにね。確かに確かに。ギャルゲ。女の子のやつはギャルゲか。男の子は乙女ゲか。あ、乙女ゲは男の子のやつか。はぁはぁはぁ。あ、確かに。乙女エイトさんとか、そういう感じのイメージでいいのかな。なるほど、なるほど。うん、ふんふん。無双系のゲームとかいかがでしょうか。そうだね。任天堂のゲームの無双系は結構やったんだけど、マイクラで建築バトル。マイクラね、建築の絵しりとりが結構面白いんですよ。建築しりとり、なんか、絵しりとり建築みたいなやつが結構面白いんだけど、割とでもマイクラはね、やってる人じゃないとあれかもしれないね、っていうことでね。はい。乙女ゲーム大人数わわい。え、もこちゃんとやって、どっちがバッドエンド行くか、みたいな。やばい、私バッドエンド行っちゃうんですよね、乙女ゲーム。なんか一回やったことあるんだけど、なんか本当に、なんか自分の選びたいやつを選んでると、必ずバッドエンドなんですよ。不思議だよね、あれ。うん。はい。ということで、皆さん、そろそろお時間ということでね、これ何時から始めましたっけ ?10 時10分 ?20 分そのくらいってことは4時間4時間弱。あー、4時間も、みんな、9時半から待ってそう。みんな本当に5時間、6時間くらい待ってましてね。ありがとうございます。あ、スパチャ見逃してる。なんだろう。スパチャって全部どうやって見るんですか？あ、アトーベキングダムさん、配信お疲れ様でした。プラネットコースター。メモっとこう。プラネットコースター。ネットコースター。はい、ありがとうございます。あ、嬉しい。こう、スパチャ見逃してるっていうコメントも優しくて私大好き。こういうの大好き。ありがとう。え、言ってない方いないかな、大丈夫かな。でも最初の方とかね、ちょっと言えなかった人がたくさんいらっしゃるんですけど。うん。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。本当にたくさん、スパチャありがとうございました。コメントもたくさんありがとうございました。うん。スタンプも見逃してる？スタンプ。なんか、スパチャで GG とかスタンプ送ってくれた方とかもいて、それが多分あるのかな。だって私の携帯で見れば分かるのかな。見逃してる、見逃してる、見逃してるかな、見逃してるか、見逃してるか、わかん、わかんねえわかんない。どなただっただろう、どなただろう、どなたかな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 、わかんない、わかんない、わかんないね。いやー、よいしょよいしょ。こうスパチャってこう一気に来てくれた人みんなみたいなのできないのかな、わかんないのか。あ、このコミュニティやっとできない。なるほど。そっかそっか。あー、見逃しちゃった。いっぱい見逃しちゃった。ごめんなさい。あー。まだなんか私がこうアーカイブで見直して、あ、この方だったんだっていうのをちょっと脳内に焼き付けておきます。やばー、4時間もやっちゃった。すごいな。やっぱゲーム配信だとこのぐらいいきますね。ということで。皆さん。ありがとうございます。うん。では、金曜日にはダイアログのフラフラがありますので、そちら参加される方、配信でご覧になる方、ぜひぜひ見てください。ありがとうございます。そのくらいですか？宣伝的な。そんくらいですか？そんくらい、OK です。フラフラです。最近はフラフラ。言える宣伝はフラフラ、OK。よし、ということで。はい。あ、お疲れ様でした。みんな、ゆっくり休んでください。ありがとうございました。いっぱいコメントありがとうございました。あー、野島さんも、つっちゃん、えちゃんも、なんか、まゆもね、見てくれて、なんか、みんながいて、本当に嬉しい。ありがとうございました。じゃあ次、なんか、もこちゃんとなんかやれたらいいなと思って、ゲーム、ちょっといろいろ見てみます。よかったら、なんか、思いついたら私にリプルとかしてくれれば、採用する可能性もあります。よしよし。ということで。はい。では、以上です。ありがとうございました。バイバーイ。